僕だけがこの世界の、この世界の何なんだろうね、視点。あらゆる物事は要因によって全く違う姿を見せる。それは時には見る角度によって、また時には見るものによって。なんかちょっと難しいこと言ってんね。長きにわたる人類の繁栄、永遠に続くかと思われた平和の時代は、ワオ・エルドラの登場により、もろくも崩れ去ることとなる。魔物、そして魔物よりはるかに戦闘力を上回る魔性。なるほど。そいつらが瞬く間に領土を奪い、世界の3分の1を手中に収めた。その圧倒的な力を前に、人々はおののき、小鳥さえぜいじゃんだ。春、満開かと思われた人類だが、希望はあった。なんかよくわからないけど、強い武者、っていう名前なの。そいつの冒険が始まる。おい、生きてるのか。おい、なんでお前は裸なんだよ。どういうこと。パンイチなんだけど。はい、起きてます。はい。適当だな、おい。これマスで、王の、こいつ王だぞ。王の御前で居眠りとは。あ、すいません、ぼーっとしました。そうだ、僕は確か魔王を倒す旅に出るために王様の元へ。でもなんかさ、プロローグでさ、だから魔王たちが現れたけど、なんか小鳥はさえずるし春が訪れたとか言ってて、なんかいいのか悪いのか、平和が訪れましたって言ってたよ。で、目の前にいるのが王様で、おお、パンイチですけど。あれ、王様裸じゃね。王が裸、何。ちょっと待って、デスメタル流れ出したんだけど、急に。ちょっとどういうこと。どうしましたか、何か問題でも。あの、王様なんで上半身裸なんですか。んー、これか、パチ、誰だよ。ちょっと待って、急に実写になったんだけど、これ誰。実写じゃねえかよ。何の話をしてるんだ、本題に入っていいか。あ、すいません、どうぞ。なんか歌まで入ってたな、今の BGM。 知っての通り、魔王エルダラの侵略はどんどん勢いをつけてきている。このままにしていくことはできない。人類のため、なんかよくわからんけど強い勇者。お前に協力がいった名前なんてそんな適当なんだよ、おい。もちろん魔王の悪事をこのまま見過ごすことはできません。そう言ってくれると思っていた。だが魔王を倒すためには封印の魔法が必要だ。封印の魔法。あ、魔王を弱らす後に封印する。あいつらを殺しても蘇ってくるからな。それでその封印の魔法はどうすれば。俺の娘、何、キオーラ姫な、読みにくいな、キオーラ姫ね。世界で唯一その魔法を使えたのだがな、魔王に囚われてしまった。え、じゃあどうするんですか。心配するな、姫はこの城下町から西にある洞窟に囚われているらしい。まずは姫を救出して、そこから魔王城へ向かってくれ。魔王城に囚われてるわけじゃないんですね。ありました。あ、だが洞窟は誰も入られないほど危険な場所。さらに洞窟を守護する魔物は非常に強力と聞いている。お前だけがこの世界の希望だ、頼むぞ。なんかしっくりこね。僕だけがこの世界の希望。まあ話は以上だ。最後に選別代わりに受け取ってけ。なんかさ、この王様なんか、頼むぞ。もう実写だからかな、なんかしっくりこねえな。序章勇者、てか今のあの写真、誰の写真なんだ。50ゴールドじゃねえかよ、中身少ない。いや俺の初期で正直1000ゴールドだぞ。おかしいだろ、割合仮に魔王倒しに行くだぞ。もうちょっとやりはあるだろ。おい、ちょ待て、てめえ、頼むぞ。もうなんかこの実写の顔でなんか言われたら、だって半笑いなんだもん、こいつ。誰だこいつ、マジで。だんだん腹立ってきたな、この顔写真に。作者か、違うこと喋れよ。あ、なるほど、2回喋りかけるとちゃんと作られてんだ、おい。この世界の未来はあなたにかかっていますよ。オッケー、お前は旅の部分を祈ります。普通か、まあ行くか。そしたら、とりあえず西に行くんだってよな、広いね。とりあえずちょっと探索してみるか。お前なんか喋るか、有益な情報とか。まちの外には魔物がうろうろしている、気をつけるんだぞと。オッケー、右側も一応見とく。こっち、あ、なんかいるね。周りの子羊よ、旅の記録。ああ、なるほど。セーブをここでできる。何のための施設だよ。セーブは目に開けばできるだろ。確かにな。何これ、ツッコミ帳ってあるんだけど。あ、ツッコミ帳。こんな、あ、すでになんか2つなんか、あ、宿屋に泊まると炭素を調べる。これは多分、あの、城下町でやるんだな。オッケーオッケーオッケー。いろいろあるんだ。あ、ツッコんで回る系の RPG なんだね。なるほど。ツッコミ RPG。あ、宿屋あるじゃん。ここで泊まれば、1泊10ゴールドで泊まりますか。はい。これでツッコミが入るんだよね。さっきツッコミ帳に宿屋に泊まるってあったよね。でも今のところツッコミどころは、ん？一晩寝ただけで傷が治ってる。なんだこれ、怖っ。いや、それはなんか突っ込まないお約束なんじゃねえの。お前が突っ込むの。この世界の住民であるお前が突っ込んじゃうの、そこはダメじゃん。お約束なんだから RPG。 じゃあこの辺装備しよっか。バトルアクスと、レザーベストと、あとポーションを、まあ、2個ぐらい買っておいて、で、装備しておくと。あ、そうだ、これでさらに売ることもできるよな。これハンドアクス売って、でこれも売ってと。オッケー、240ゴールド。なんかアイテムもうちょっと買いたいけど、
魔王とっても強いだって勇者様とどっちが強いのかな。ねえ、そんなことでさ、俺の名前がアーアーっていうのがさ、ちょっと嫌なんだけどな。ここは城下町のアベノハスカル、アベノハルカス、なんかすげえ分かりにくい言葉だな。あ、ここのタンス調べるんだ。ここ50ゴールド。ん、これ窃盗じゃん。いいのかよ、おばさん何も言わないわけ。くそ、戻れ、ダメだ、ビクトル死ね。そんなとこまで突っ込んでく系なんだ。無事外に出れば海の向こうに立つ魔王城が見えるよ。恐ろしいね。まあ50ゴールド盗まれたことはやっぱ何も言わねえんだな。あの RPG はやっぱ住人だからさ、その辺はもうお約束って理解してるんだ。でもこの勇者アーアーはその辺分かってない、分かってないっていうか突っ込んでくんだな。その辺もスライムいるね。なるほど、ふむ、海の向こうに見えるのがあれが魔王城か。それで西にあるのが例の洞窟だな。よし、まずは洞窟で姫を決するんだったな。俺の冒険はここから始まる。行くぞ。まずはセーブさせてくれ。その前にさ、ここなんだ、なんかオアシスチックな、何にもないんだ。じゃあ行ってみるか、スライム。あ、バトルになるんだ急に。はいはいはい、なるほどね、シンボルエンカウントなんだね。じゃあまあ攻撃でいいか。回復魔法ちゃんと覚えて、おお強い。スライム強っ。あ、ダメだ、意識が。クソ、俺の冒険はこんなところで。ちょ待って、な、何これ。ザオラで捉えれるんだ。ザオリ君に初見速攻は2分の1で失敗するんじゃねえかよ、おい。ちょ待て、どうなってんのこれ。はっ、ここは、おお、ああよ、死ぬ島とは何事だ。仕方ないやつだな。お前にももう一度機会を与えよう。戦いで傷ついた時は町に戻り、宿屋に泊まって傷を回復させるのだぞ。どうでもいいけど、おお、ああって簡単踏みたいですごい言いにくいね。あ、俺は確かあの時スラムにやられて、なんで来てるんだ。てかここどうやってここに。そういうもんだろ、それともあのまま死にたかったか。いや、そういうわけじゃ。洞窟に死後する者は非常に強力だって言ったじゃんか。なんで怪我しない。いやー、スライムだったからさ。結果もクソもあるか、どう見てもただのスライムだろ。あれが強いなんて不意地もほどがある。スライムが弱いなんていうのはただの先入観だと思うが、まあ気をつけていけよ。洞窟の中は暗いし、足元は気をつけてな。さっきから半笑いの顔で言われるからなんかムカつくな、おい。やっぱり何回話してもしっくりこねえんだよな、こいつな。王様じゃねえもん、どう考えてもな。その辺で街歩いてるやつじゃねえか、おい。いるだろ、こんなやつ、その辺によ。おい、ちょ待て。そしたらもっぺん行かなきゃいけないの、めんどくさいな。とりあえず外出て。だってさ、武器とかもさ、ちゃんと装備し直したんだよ、俺買って。ちゃんとやったんだよ。急に3000ダメージとか与えてくんだもん、おかしいだろうが。クラ、本当にクレイじゃねえかよ。足元気をつけ、洞窟かよな。これダメだ、話にならない。一旦出るぞ。松明とか売ってないわけねえ。なんで、どこにも売ってなかったよな、松明とかな。驚いたけど、考えてみれば洞窟が暗いのは当たり前か。もう誰も立ち入らない洞窟だし、明かりなんか用意するわけないよな。こっちで明かりを用意しないとダメか。いろいろ当たってみるか。にしても暗すぎだろ。魔物たちも前見えないんじゃないのか。まあ、あいつらは夜行性とかそういう話なんじゃないのか。一回戻るか。道具屋でもないよね。ここ、だって売ってなかったよな。ポーションしか売ってなかったよな。あの、松明って売ってます？松明？あ、あるよ。在庫処分で捨てるとこだったんだ。ほら、ただでいいよ。松明ナイフ。ナイフ？ははは、興味誰もこんなものを使わないよ。懐中電灯があるのにね。あんのかよ。じゃあ懐中電灯売ってよ。松明意味な、世界観考えろ。ちなみに懐中電灯っていくらするんすか？もう50万ゴールドかな。さすがに手が届かない。松明でいいや。じゃあまたよろしくな。何はともあれこれで退屈に入れるな。まあ懐中電灯を手に入れたところであれだよな、電池とか用意しなきゃいけねえしな。それもまたなんかすげえ値段しそうだしな。どうなってんだこの松明ナイフがあればと。松明ナイフって装備とかできんのかな。やっぱり真っ暗だな、まともに見えはしない。でもこの松明ナイフを使えば。いや、そうはならんやろうよ、シビエル。待ってろよ、キオラ姫。いや、そうはならんやろうがよ。やっぱり装備できないんだ。松明、あ、大事なものかな、松明ナイフ。刀身が常に火を放っている。ははすげえな。なんか取扱説明書がある。何これ。このゲームは勇者アーアーを操作し、魔王エルドラを倒すことが目標となります。独自のシステムとして RPG のアロールを見つけてツッコミを入れていくことにより、主人公であるアーアーはスキルを使用するための TP を取得する。え？ツッコミをすると TP が溜まっていくんだ。へぇ、なるほど。あ、そんなことできるのね。あ、ほんとだ。TP が11。あ、これ1回使える。あー、そういう。ツッコミ一応大事じゃん。あ、ちょっと待って。1個取り忘れてる。邪魔なやつに話しかけるだって。邪魔なやつ？まあ、いいや。とりあえず先に、洞窟をクリアして、でも街の中調べたよね、城下町。邪魔なやつなんでいたっけ。一応全員話しかけたつもりだったんだけどな。のっぺあたりちょっとチェックしてみるか。とりあえず、あ、そっか、シンボルエンカウントだから敵もあんまり合わない。ここは何もなくて、ちょ、一回戦ってみるか、こいつと。さっきのスライムみたいなことないよね、さすがに。よし、いいぞ。あ、オッケー、そのぐらいなら。オッケー、200ダメージね。ちょっと食らったけど、このぐらいなら
ていうかレベルとかって上がるんだよね。上がるね、ちゃんとね。30で上がるから、ちょっと一回レベル上げたいな。この辺と戦って普通に倒し、倒、ちょっと待って、避けるは効いてない、避けるのは効いてない。ちょっとみー、490、あ、やべ、これ人品じゃん、やべ、終わった、逃げる、ふざけんな、マジで、クソ強えじゃねえかよ、おい、アップデー、超強えじゃねえか、おい、コウモリ、ちょ、なんとかしてレベル上げないとやべえぞ、一発目の攻撃、もうスカったら終わりじゃねえかよ、ちょ、聞いてねえんだけど、ちょっと待ってな、敵強くならねえだろうな、まだコウモリでいいよ、オッケー、コウモリならギリギリ倒せる、ここで、当たってくれ、よーし、ギリギリなんだよ、当たんなかったら終わるから、よし、レベル上がった。あ、300も経験値くれるんだ。あ、300も経験値くれるんだ。ガンガンレベル上がっていくじゃん。なるほど。そういうことか。ちゃんとレベル上げないといけないね、これだったら。え、てか、いけないんだけど。あれ？あれ、先進めないんだけど。ん？あ、こっちか。こっち行くんだ。はぁ、危ねえ危ねえ。あ、スライムじゃねえ。コウモリ。そう、スライムクソ強いから。この世界のスライムはクソ強いから出なくていいからな。コウモリでいいからな。おーし、よし、いいぞ。しかもなんか覚えた。スキルで、アヒ。なんか名前がさっきから独特だな。ミーとかアヒ、アヒは氷属性、あ、ヒャドみたいなもんか。氷属性を単体に与えるのね。じゃあ全体攻撃系が欲しいんだけどな。あるいはちょっと装備品、もうちょっと強いなんか武器装備が欲しいな。さすがに、あ、武器っていうか防具が欲しいな。明らかにダメージ食らいすぎてるから。これ上が正解だった。あ、な、これ何、行き止まり順路、なるほど、奥は北か。誰も看板立ててんの？誰も立ち入れない危険な場所じゃなかったのかよ。生活が丸出しじゃねえか。お前、それはもう突っ込んじゃダメじゃん。RPG お約束じゃん。わかるけど気持ちは。こっち順路、あ、あれ、あ、そっかそっか。何もないんだ。あの、上が順路。あ、ちょい。ちょっと、お願い。よし、アップね。ギリギリ。あ、でも、レベルが上がったことにより、あの、ワンチャンスからツーチャンスになった。でもさ、ゲームバランスがマジきついのな。一応でもこれで2発まで許される。で、2発外したらもう終わり。その後はもうおしまい。あのさ、回復魔法がさ、人品なんだよ、2体いると。絶対さ、コウモリ2体ずつ出てくるし。でもこれレベルが上がったから、さらに、ステータス見てみるか。まあまあ、上がってるのかな。よくわかんねえよな、なんか。なんか攻撃力はどんどん上がってってる気がするけどな。防御力が欲しいんだよな、今な。まあとりあえず、あ、でもさ、これで HP がさ、4桁になったから、さすがに、もう、あ、もう、行っちゃうのこれ、奥。大丈夫？ボスだよね、これ次。あ、まだか。道中のなんかさ、アイテムとかないわけ？宝箱。またあれか、コウモリしか出てこないんだな。おー、クリティカル、いいよ。まあ、無駄にクリティカル出してるだけだけど。そしたら、この奥、ないんだ。あー、やべ、ちょっと待って。もう、あの、多分ボスがそろそろ出てくる。やべ、ちょっと待って。なんか、ないの？宝箱。宝箱がさっきから一個もない。マジか。なんか、RPG なのに。ちょ、この、一回戦っとくか。戦っといた方がいいか。レベル上げるか。もう多分この後階段降りたらもうボスだからレベル上げとこう。もう1レベルぐらい上げたらさすがに、でこの奥にもいるだろ、こうやって倒して、両方倒して、さすがにレベル上がってるから、おおい、ちょっと、もう、ああ、なんだ、まあいいや、オッケーいいよ、よーし、レベル上がった。あ、なんか覚えた、覚えましたよ。さらに意味、お、はい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 、あの回復量が増えるんだ。あ、これ覚えちゃったらもう楽勝よ。これでだってさ、さっきまでさ、回復量が自利品だったからなんかもう終わってたけど、ん、回復だわこれ、多分回復だよね。おーし、よし、素晴らしい。で、セーブもして、何これ。確かに。お前、それは言っちゃダメだから。いや、わかるけど、体力が全回復した。な、何これ、怖っ。なんでこんなの敵の本拠地にあんの。俺の得意しかなんねえだろうがよ、おい。俺じゃないよな。まあ、あるもの懐かしてもらうけど、何。まあ、そうなる気持ち、ん、え、ワープしたんだけど、え、こっちはツッコミないの。明らかにこっちの方がさ、これあれか、あの、帰り道分かりやすく、あの、ショートカット用にね。ってことはボスじゃねえかよ。待ってくれ。あ、でもセーブしたからいいか。やるか。この国いるんだろう、どうせ。今のショートカットにはツッコミ入れないんだ。なんか帰り道さ、あの、なんかショートカットでさ、帰りやすくしてあげてるっていうその配慮。あの、制作者側の配慮な、あるある。あれだってさ、RPG のさ、登場者側、ね、勇者側からするとさ、なんでそんなのあんのって話じゃん。現実にそんなものねえよみたいな、その手間だからってことなんだろうけどさ、まあゲームだからなっていう話なんだけどね、全部ね。さっきから突っ込んでる部分全部、そらさ、ゲームだもんっていう。何これ、なんか右側すげえぐるーんっていけるんだけど、でも敵しか出てこない。なんだ、まっすぐが逆にあれだったのかな、行き止まりだったのかな。お前、敵の攻撃なんか全然食らわなくなって、やべえ、ちょっと待って、さすがにやべえ、意味で、ちょっとナメップしすぎたところ、あ、やべえ、意味で、2連続で意味やっちゃった。こうか、アップレー。なるほどね、オッケー、これでレベルが上がって10と、
さすがにさ、レベル10、あ、やっぱそうだ、まっすぐ行ったらあれだったんだ。まっすぐ行く方が、先にまっすぐ行っとけばよかったな。こっちね、はいはいはい、これ宝箱取って、金、だから誰が宝箱置いてんの。看板もそうだけど関係すぎままじゃねえか。ゴロとか人しか使わねえだろうが。そうね、そうだな。これで TP14 だって、もう14回も突っ込んだってこと。なるほど、まあそうなんだけど、うん、それ言い出したらさ、もう RPG ってそういうもんだから、もう戦うか、一応レベル10だけどな俺もう。なんやかんやさ、なんかサクサクしてるからさ、もうすげえレベルも上がってきたよ。なんか普通に RPG してんだけど、いい感じのなんかバランスじゃねえかよ。最初はなんかさ結構大変だったけど、もう今やコウモリ楽勝だし、ただちょっと敵の数が少ねえな。コウモリばっかだもんな、さっきからな。もうコウモリは楽勝だからさ、そろそろなんか1段階ぐらい敵が強くなってもいいんじゃないのっていう頃合いだけどな。オッケー、これでちょっと、次階段上がると怖いから、ここで1回上がる前に回復をかまして、こっちでいいかな。オッケー、ミーでいいや。あ、そういえばミーとさ、イミーは3使うんだ、 TP 結構使うんだね。オッケー、上行こう。まだ続くんだ、結構広いぞここ。なんか3階か4階ぐらいあるよ。こっちはぐるーんと回らされるだけか。正規ルートかな。あ、正規ルートだ。なんか魔法陣あったな。あの魔法陣もまた、あ、違う、魔法陣は一回もう突っ込んだ後だから突っ込まれないか。あれだろ、前回は口でセーブまでさせてくれるな、あのありがたいシステム。あ、こっちは行き止まりだったから、あっちか、逆側をぐるーんってすれば多分、なんでお金があるのっていうことあの、なぜか宝箱があるから、また突っ込みポイントだけど。オッケー、こいつら倒して、レベルそろそろまた上がるんじゃないの。10、今いくつだ、レベル11。アヒャを覚えた、ついにお前全体攻撃覚えたんじゃないか、アヒャって。ちょっと使ってみるか。え、じゃあこっから来たんだ、こっちから行ってこっちに行くのがまあ正解というか、そのなんだ、順路じゃなかったから。あれ、でもただの行き止まりだったら、あー、もうそろそろめんどくさくなってきてよお前ら。撃つか、アヒャ単体かい単体かよ、全体攻撃いつになったら覚えんだよおい。そろそろ回復しとく。あ、ポーション手に入れた。ポーションってどのぐらいか。あ、500なんだ。ポーション使ってた方がいいな。ちょ、お前めんどくせえから。もう避けるから、俺。さすがにもうレベル10分。なんだよ、宝箱があると思ってさ、順路以外も全部さ、俺さ、これあれなんだよな、RPG するときのさ、まあその人それぞれあると思うんだけど、俺の場合さ、なんか、やっちゃうんだよね、こうやって。順路以外のところも全部くまなく調べたがる行。行ってなんだ。調べたがる病。そして、魔法陣で回復すると、全回復した。さらにセーブもして、さすがにボス戦だよな。うわ、ドラゴンかよ。まあ、でもさすがに勝てるんじゃないか。レベルもがっつり上げたし。ぐるるる。こいつが姫を捕らえてる魔物か。行くぞ、覚悟しろ。さあ、バトル開始だ。アヒャ使ってみる。これ結構取るんじゃねえのか。2100、ええちょっと待って。強くなりすぎ、えワンパンクオ強くなりすぎだろ今のなんかさ、ツッコミポイントじゃなかったっぽいんだけど、なんか俺からしたら思いっきりツッコミポイントなんだけどワンパンはねえだろさすがに。やった、倒したぞ。まあ、でお姫様を助けて、あなたがキオーラ姫ですか。うん、そうだけど、あなたは、うんああ様、そうだけど、あれどこで会ったっけ。 いえ多分覚えてらっしゃらないと思いますが、何年も前、ずっと昔にあなたに助けてもらったことが。なんだよそれ、あなたのナンバーか何か。調子狂っちゃうんだけど。まあいいや、勇者、ああ王様からの命を受け、あなたを助けに参りました。さあ行きましょう。本当、ええ、詳しい話は後です。音を聞きつけて魔物が寄ってくるかもしれない。そうね、行きましょう。これで、ああしいぞ、よくやった。あの忘れてた、この不意打ちのさ半笑い実写マジこれ勘弁してくれねえか。全然王様っぽくねえんだよな。いえ、勇者として当然のお答えをしたまるです。そしてキオーラ、分かっておるな。はい、お父様、このキオーラ、アー様の力になり必ずや魔王を倒してみせます。その意気だ。それで俺たちはこれからどう動けばいいんです。いよいよ本格的に魔王討伐に向かってもらう。白金ビギアの橋を渡り、港町から船で向こう側の大陸に渡るんだ。港町、大陸を渡った後はもちろん一筋縄ではいかないだろう。だがそこまで来れば魔王城はもうすぐだ。二人で協力して魔王の元までたどり着いてくれ。キオーラも戦力になるだろう。不意の魔法だけじゃなくて普通の魔法も使えるの。回復攻撃魔法でしたらある程度心があります。そりゃすごいや。でも無理はしないでね、レベルもまだ低いだろうし。レベル55ですけど。レベル高っ
ツッコミポイント出たね。嘘だろ、なんでドラゴンの中に捕まってんだよ。おいおい、後から加入したやつのレベルが高いのなんてユーザビリティ考えれば当然だろ。いや、ご都合主義なんだよそれは。それにレベルが高いからといってステータスも比例して高いとは限りませんわ。そうなの、知らないけども、まこまけえことはいいんだよ。お前は魔を出すこと考えてればいいんだよ。なんだこの王様。それじゃ頼むぞ、俺はここから祈ることしかできないが、お前たちに神の加護があらんことをな。わかりました、行ってきます。たこの王様。一方その頃、魔王がついに、いやー強そうだね魔王様。まあでもレベル55の姫ってドラゴンがやられたか。あいつはエルドラ様の側近、我らが四天王の中でも最弱、やっぱ四天王いるんだ。なるほど、じゃあ結構まだまだあるんだね。しかし人間ごときに負けるとは四天王の辛い汚しよ。あ、今の四天王の一人だったんだ。我が右手炎の魔将ジェイスか。それに所詮は知性のかけらを持たぬ警棒の、あんな魔物に四天王は務まらないですわ。女系か、見た目一緒だけど。ふむ、水の魔将リリアンだよ。それならばこれからどう動く。ならば私が行こう。四天王の三人目。ほう、新入り、あなたは。新入りか、なるほど。闇の魔将、おっぱい。ならばドラゴンを倒したし、いけてる。なんでこいつだけ名前なんか変なんだよ、おい。おっぱいって、承知。なんで急になんかおかしく、あら、おっぱい、気をつけていってくれなよ。ちょ、待て。人間ごとき、おっぱい軽くもんだ。そうだな、軽くもみてえよな、おっぱいはな。心配事などあるものか、必ず締めてまいる。軽くもんでやるって、おい。ふん、我らが四天王一人を葬った人間がどれくらいやるか見せてもらおうか。もうここはもうありきたりだな今のもな。あ、第一章終わったんだ。なるほど。あ、違う、今のが第一章始まったんだ。強力な声だった。さあ、レベル本当に55じゃねえかよ。あ、でもステータス HP だった。あ、本当に大したことねえじゃん。レベル55の割にはさ、あれちょっと待って、55ってことはさ、レベル次のレベルまで7660は。無駄になんか次のレベルまですげえ上がるの大変じゃねえかよ、おい。ステータス低いくせに。だったらレベル低くていいよもう。あ、でもすげえいいね、このホイミーめっちゃいいじゃん。全回復だって、単体全回復技で敵単体に生属性ダメージを与える攻撃。あー、ついに全体攻撃も覚えたよ。敵全体に生属性の攻撃だってめっちゃいいじゃん。とりあえずさ、この子の武器僕も揃えてあげないといけないから、一回あれだ、武器防具屋、あ、でもここ品揃え、あ、でも章が変わってるから品揃えも変わってんじゃないの。変わってねえや。あ、でもレザーベストは着れる。オッケー、レザーベスト着て、でさ、ポーションは買わなくていいよね別にね。このまま行こっか。んで宿屋、あ、待てよ、この状態で宿屋。あの有名なセリフが聞ける可能性があるな。やっとこうか。昨夜はお楽しみでしたね。まああれだけどな、本家は城に帰る前に寄るんだけど。やっぱそうじゃねえかよ。何もしねえよ、王様の娘だろうが。逆になかったら俺の首飛ぶわ。そらそうだ。でも皆さんお気づきかな、ベッドが一つしかないんだよね。何ごまかしてんだてめえ。ああ、本当はやったんだろう。ベッドが一つしかないのが何よりの証拠だよな。くだらないこと言ってねえで進むか。あれ、ここにいたやついなくなって、あ、もしかしてツッコミポイントだった。やべ、これ回収しないで、あー、やっちまった、ツッコミポイントが。ということで戻ってきたと。で、いや、また実写かい。む、あの、そこをどいてくれませんかね。すまない、考え事をしていてね、しばらくここを動かしそうにないんだ。いや、どけよ。道を塞ぐ男、ツッコミポイント出たね。一歩横にどけてくれれば通れるだろう。何がしたいんだよ。くそ、先に毒素の強さを終わらせるか。よかった、これでツッコミポイントが。オッケーオッケーオッケー、これちゃんと見ないといけねえな。ちょっとこれからはさ、気をつけよう。ふぅ、オッケー。さあ、じゃあ先に進もうか。え、入れない。ん、なんだ。あーさま、どうかしましたか。これ向こう側が目的の大陸だよね。そうですけど、一マスくらいジャンプすれば。明らかに船がいらない。まあ確かにな、泳いでいけばよくねみたいなのあるよ確かに。え、何を言ってるんですか。どう見てもちょっと頑張ればいける距離だろう。なんだろう、泳いでいこうよ。海ですよ、泳げるわけないじゃないですか。何を言ってるんですか。いや、だってどう見ても何を言っているんですか。なんか無言の圧力くらい。何、ちょっと怖いんだけど。あ、ごめん。さ、行きましょう。うん、うん。推しが弱えな。さあ、ここが港町ですね。船はどこで乗れるんでしょうか。いろんな人に聞いてみるか。さっきのツッコミポイントを見て、なんか飛ばしちゃってるところがないかだけ確認しておこう。あ、ほら、ちゃんとここの間に隙間がないから大丈夫ってことだ。こういうのもチェックしかないと、あのさっきみたいに取り逃しちゃうから。じゃあとりあえずこいつに話しかけてみて。ここは港町ですと。樽とかさ、今まで調べてなかったけどさ、なんかあったりすんのかな。え、こいつなんだ、犬。ん、そんだけ。なるほど、なんかあれか、
あの迷子の私の飼い犬を探しているんですみたいな子がいないか。ここ入れないか。とりあえず話しかけてみようか。やれやれ、向こうのテレックから来たんだが、こっちは涼しくて過ごしやすいんだな。あとおばあちゃん、船での移動は手軽ですがリスクもあります。嵐に巻き込まれたりなんて、まさかそんなことはありませんよね。こういうのフラグだよな。いらっしゃいませ、乗船を希望ですか。はい、向こうの大陸まで2人お願いします。了解しました。ではこれを読めないの係員にお見せください。船のチケットを手に入れた。やりましたね、あーそば。これで向こうの大陸まで行きますわと。ありがとうございます。にしてもチケット代金とかいらないんですか。代金だなんて、船に乗るのにお代なんていらないですよ。飛行機があるのに。またこのパターンかよ。文明乗る気仕事しすぎだろ。最初からし魔法帳ひとたびじゃねえかよこの野郎。あー様、どうなさいましたか。何か変なところ。いやだっておかしいだろ、私なのに飛行機だよ。何かおかしいんですか。飛行機なんてどこにでも飛んでるんじゃないですか。えさあ行きましょう。なんで周りだな本当に。推しに弱いんだよなさっきからなこいつな。なんかお姫様、なんだこいつ当選簿しやがって。チケット買ってなかったっけ。んこいつに話しかければ話進むんじゃん。ああ、いけた。はいはいはい。話しかけるんじゃなくて、通り過ぎようとすればよかったんだ。はいはいはい。で、1マスだけの船旅。いや、そんな時間かからんやろ。船か、実際乗るの初めてだな。一瞬なんじゃないのこんなの。そうなんですの。そうさ、俺はずっと城下町で暮らしていたし。ん？あれ？俺の家ってどこだっけ。それより、あーさま、せっかくの船旅ですし、少し船の中を探索してみませんか。そうだね。なんか怪しいな、おい。なんかちょっと焦ってなかったか今。俺の中さ、大陸の向こうはこちらと違うものを知れることができる証人ならば一度は行くできてね。なるほど、タンスはない。そしたらこっちのタンスもない。下はタンス2個ある。何もないか。こいつ、船は飛行機と比べて危険って思われてるかもしれないけど、そんなことはないわ。嵐に見舞われて転覆なんてファンタジーじゃあるまいし、そんなことを聞く。ちょっと待って、全否定かよ。でこと？世界観にしろ何にしろそれじゃおしまいだろ。なんかよくわかんねえ。フラグが立ったのかと思っちゃった俺逆に。あれな、ファンタジーの世界なんだからってことな。交番か、潮風が気持ちいいな。そうですわね。ところでこの船はどこへ宿泊するんだ。あの港と別の港町を往復していますわ。大陸の向こうは目的地はその港です。なるほど、嵐が来ると。なるほどな。魔物が来るんじゃねえの。なんだ、魔物だ。魔物だって。皆さんが危ない、行きましょう。その前にこいつに話しかける。なんで音だ。この辺も調べる。あるあるだよね。まずボス戦の前にこの辺全部調べちゃうっていう。じゃあ行ってみようか。どうせなんかタコかイカのさ、魔物かなんかなんだろ。あ、四天王が一人。おっぱいじゃん。お前は。我が名はおっぱい。お前か、ドラゴンを出した人間というのは。そうだ、俺は。お前は一体何者だ。だと。ふん、そんなはずはない。他人の空にというやつだな。私は魔王様率いる四天王が一人、闇の魔将おっぱいだ。どんな名前だよ。それはずっと俺も思ってたけど。あーさま、ツッコミどころはそこじゃありません。そうか、魔王の部下がこの船に何のようだ。知れたことは、四天王の一人を倒した人間、その器は確かめさせてもらおう。なんだって。あーさま、魔王の背後に理屈は通じません。武器を、クソ、かかってこい。四天王が一人、闇の魔将おっぱい、参る。あ、なんだ、普通にジジイじゃねえかよ。ただのおっさんじゃねえか、ヒゲズラのよ。なんかおっぱいっていう頃さ、まあアヒャ打ってみるか。なんかさ、可愛い女の子を期待していたのに。このデインド持ってみるか。あ、デインドあれか、全体攻撃。ちょっと待って。クソ強え、やばい、負ける。ちょっと待って、意味は打って、ちょっとインド強かったから、もっぺんインド打つか。ちょ待って、ちょめちゃくちゃ強い。やばい、勝てない。やばい、ちょっと待って、めちゃくちゃ強い。これ勝てない、やばい、勝てねえ。これ負けイベントだよね。よかった、負けイベントでよかった。くっ、強い。どの程度かと期待したが、所詮はこの程度か。失望したぞ。ふん、奴らは何を心配しているのか。貴様らぞ、直接手を下すまでもない。もうお約束のオンパレードじゃねえかよ。ここでなぜ手を下さなかったってなるんだよな、絶対に。こういうのてか、それともあるいは技とか。何か仕掛けてくる。メイドの土産だ、見せてやる。なんかさ、さっきのやつさ、俺のことを知ってるような素振りしてたよな。飛んだ。クラウがいい。ハイドラダイブ。何ハイドラダイブって。あ、技なんだ。でとどめ刺すじゃん。どういうこと。生かしておいてくれるんじゃないの。あー、一応ね、命拾いするんだな。なぜか生き延びるっていうね。てかあれだろ、わざと致命傷にしなかったんじゃねえだろうな。俺だって怪しかったじゃん、さっきのやつ。生きてる。確かにな、ツッコミポイントだよな。主人公補正ってどういうことってくらいなんか強いもんな。あいつの攻撃を受けて船が粉々になって海のど真ん中に投げ飛ばされたはずなのに。こいつも なぜかぶちというね。キオラ姫、なぜ無事だしが、二人とも全く無事で同じ場所に流れ着くなんて、なんて奇跡よ。確かにこういう時、なぜかパーティーメンバーだけは同じところに流れ着くよな。なぜか知らねえけど。
え、平気です。それにしても闇の魔性おっぱい、とてつもない力でした。そうだな、あれが魔性。魔王と対峙するのであれば、いずれまた合間見えることになるでしょう。何か対抗する手段を持たなければ。そうだね、とりあえずは近くの町で体を休めよう。オッケー、町が近くにあるのか。あ、ここに流れ着いたんだ。ちょうどよかったな。いや、宿があるのはこの町じゃない。じゃあこっちってこと？え、さっきのところ。いや、なんか最後の町って左上にもう書いてあるし。ここは、だか寂しい雰囲気の村ですわね。とりあえず宿屋だな。体中痛いよ。あ、宿屋ここだ。なんかすげえ騒がしいな、BGM が。どういうこと？掃除しているので申し訳ありませんが、声をかけないでください。なんか釣れねえな、おい。こんにちは。お部屋をご用意しましょうか？はい。あ、イベント始まる感じ？はい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 。あ、ちゃんとベッドが2つある。ふう、やっと一息つけるな。そうですね、遠くまで来たものです。でも、あいつ、魔王の部下の、おっぱいですわ。あ、王様。随分恐れ言うな。でも、なんとかしなきゃいけない。魔王と戦う以上、あいつは絶対に勝ち合うことになる。そうだな、えらい強かったもんな。聞いたことがあります。なんだ？何を？魔王を滅する剣、魔剣と呼ばれるものが存在すると。魔剣？はい、魔族を断つために作られたその剣は、奏者の能力を飛躍的に高め、手足となる。それさえあれば、私たちでも魔性を立ち向かえるかもしれません。ってことは、今から魔剣探しの旅が始まるのか。すごい、そんなものが。でも、どこにあるんだ？この世界のどこか。未だ魔剣に関しては多くのことは分かっていません。そうか、いずれにせよ不確定な望みだな。え、何か手がかればあればいいのですが、ここは魔王城から一番近い町だ。何か知ってる人がいるかもしれない。明日朝、まずはこの町の人たちに話を聞いてみよう。考えるのはそこからだ。そうですね。では、今日はとりあえず休むことにしますか。また明日から頑張りましょう。うん、オッケー。一回休んで、じゃあさ、ツッコミポイントをそろそろ確認しようぜ。なんかさ、飛ばしちゃってる可能性があるからさ。では行ってらっしゃいませ。ツッコミ帳を見て、バーっと、あー、やっぱほら一つ飛ばしてる。忘れ物を取りに行こうとする。なんだそれは。忘れ物、あ、忘れ物ってなんだ。ちょ待て、お前誰だ。向こうの誰から来たんだ。危険な場所にこそ稼ぎのチャンスはあるからね。忘れ物ってなんだろう。とりあえずこの辺全部調べとくか。あ、まだなんか話しかけれる人がいる。とりあえずこいつ話しかけて。魔王城の近く危険な場所に宿があるっていうのはとても貴重でありがたいことよ。そうだけど、この辺に住んでる人たちからしたらさ、魔王がいつ攻めてくるかわかんないから怖えよな。なんか、ね、このメイドさんは話しかけても全然なんか相手してくれないから、やたらうるせえな、ここ。なんなんだ、この音は。ここは最後の町、ラストレイブンです。まあでも魔王が近くにいるから、その魔王の影響を受けてるっていう、そういう描写か、このうるせえのは。知ってる？装備品って装備しなきゃ意味がないのよ。知ってる？どれだけ冒険してきたと思ってんだよ。今更すぎるわその情報。よし、突っ込んだぞ。これで今の突っ込みがどこにあるのか。あー、やべえ、絶対なんか一個飛ばしてる。え、何飛ばした俺。まあいいや。そしたらこいつ話しかけて買い物するか。アンチドーテ、これさ、今ここから急に買えるようになるとか絶対いるだろ。毒攻撃してくるやつがいるって。あー、2500、これも欲しいな。5個くらい買っとこう。で、あとは、あれ、でも大体調べたような気がするんだけど、こことかもさ、入り口がないから入れないでしょ。こっちか。あー、はいはいはい、ここになんかいるね。これ売り物じゃないよ、売約済みの物資だ。売約済み、はあ。ここは、あ、ここ行けるじゃん。いらっしゃい。刀身のベルト、守りのピアス。守りのピアス買っとくか。ちょうど3000ゴールドあるし。どっちがいいかな。まあ、キオーラにしとくか。こいつを、こうか。オッケー。んで、なんかすげえ高い買い物しちゃったけどいいのかな。もうお金ないけど。あ、パブがあるじゃん。あ、ちょっと待って。なんか左上に行けるスペース。ほらね。なんかあると思ったんだよな、このスペース。怪しいよな。お前何なんだおい。ここは魔王の城も近く、警備の目も届かない。俺みたいな流れ者が住むにはちょうどいいのさ。それでっか。まあなんかちょっとすさんだ感じの街なんだな、ここ。荒れた感じの。若い者がこんな街になんのようだ。なんか住んでる人たちもちょっとね、なんか、うわぁ、みんななんかさ、あーでもそうでもねえな。こっちの人たち、あ、イベント始まったじゃん。酒場。怪しい男。お前ずっと当選簿してたやつじゃねえかよ。あなたが、この酒場で噂の情報屋さんですか？え、そうなんだ。どうやらそうらしいな。自己紹介だ。俺は小林。勇者、ああです。キオラと申します。伺いたいことがあって参りました。勇者。なんだ？どうかしましたか？いや、少し昔のことを思い出していただけだ。情報通だなんていうのは、勝手にそう呼ばれてるに過ぎない。俺は各地を転々としている、ただの旅人だ。それで何が聞きたい？俺の知ることがあれば力になろう。こいつまさか元勇者じゃねえだろうな。魔剣ご存知ですか？魔剣だと？
私たちは魔王とのために王様からの命で旅をしています。魔王、そういえば、キオラというな、王の娘か。先日俺たちがこちら側の大陸へ移る際、魔将と呼ばれる存在から攻撃を受けました。奴らと対峙した時、俺たちは手も足も出なかった。魔将？魔将に対抗するため、そして魔王に立ち向かうため、私たちは魔剣が必要だと判断しました。魔剣について何か少しでも情報を持っていれば教えていただきたいのです。そうだな、お前たちにはいくつか話をしたい。まず魔剣、まずこと戦うにあたって見つけることができればこれほど力強い相棒はいないだろうな。魔剣は確かに存在する。場所は心当たりがあるが、だが本当にそこにあるかわからない。でも一応教えてくれ。そうですか。それが次の話につながってくる。実は俺も魔剣を探して旅をしているんだ。あ、そうなんだ。いや、話早いじゃん、仲間になれや。なんだって。俺は魔人、いや、こちらでは魔将と呼ばれているようだな。全ての魔将を消滅させるために旅をしている。お前たちが勇者、そして魔王を目指すというのであれば、ここで出会っても偶然では。これ仲間なんじゃねえの。俺をお前たちの旅に加えてくれ。魔剣の心当たりについて話す。それが交換条件。もちろんオッケー。戦力アップは願ってもない。仲間になるだって。それは心強いけど、戦力が増えて魔剣の場所も教えてもらって、交換条件というよりこちらが一方的に渡航してるだけのような気もしますが、それならそれで構わない。お前たちの目的と俺の目的が一致した。それだけの話だ。それでどうだ、お前たちの好きにして構わない。そうだな。ん、選択肢が出る。マジか。ちょっと待って。何この選択肢って選べるんだけど。何これ。ちょっと待ってくれ、難しい。ちょっとセーブすればよかった。セーブさせてくれ。やっぱいや。なんだって、よく聞こえなかった。なんだよ。なんなんだよこのムカつく顔はよ。いや、だったら聞くなや。選択肢意味ねえ。もう出すなよこんな選択肢、めんどくさいからそのまま進んでくれ。じゃあ行くか。断る理由もありません。ぜひお願いします。そうですわ、助かります。そうか、こちらとしてはありがたい。一人の行動に限界を感じていたところだ。それで魔剣の心当たりっていうのは。ああ、早速本題に移ろう。魔剣プラックと呼ばれるその剣は、確かに存在するということ以外一切の情報がなく謎が多い。だが一切の情報がないのに確かに存在する、そんなことは常識的に考えてありえない。だから俺は調べたんだ。最初に魔剣の存在が表になったのは、情報が出たのはどこかを。なるほど、それでどこだったんですか。魔王城の西、海を渡ったところにもう一つの大陸が存在するのを知っているか。もう一つの大陸。大陸、かつて人が住んでたというあそこですか。あ、そこで。そんなものがあるんだ。なんか話がどんどん。あ、本当だ、なんかある。今から数百年前に起こったという戦争、そこで主な戦場となり、今は魔物すら住まない場所だ。古武書でイニストと呼ばれる大陸、魔剣はかつてそこで発見され、戦争の終結まで使われたという記録が残っている。それ以降の資料には魔剣が使用されたという情報は一切載っていない。おそらく今も大陸のどっかにあるんだろうな。じゃあそこに行きゃいいんじゃねえの。でもまた船乗らなきゃいけないね。だがその大陸は船も出ない隔離された地、目星こそついていたが生きそびれていたんだ。しかし王女に勇者、王直々の命で動いている人間がいるのならば何とかなるかもしれない。なるほど。さて話は以上だ。大陸までどう行くのか俺にはわからん。あとはお前たちに委ねるほかない。オッケー、大陸の向こうか。確かに船も出ていなければ行くのも困難だけど、お父様に相談しましょう。何か力を貸してくれるかもしれませんわ。それがいいね。それじゃ小林、よろしく。よろしくお願いします。あ、せいぜいいいように使ってくれ。小林が仲間になった。話がどんどん進んでる。一方、その頃。ねえ、ツッコミポイントだいぶ伸ばした気がするな、これ。まあ、いかもめんどくさい。もういいや。おっぱい、戻ったか。遅かったな、それでどうだ。エルドラ様が思うような器ではありませんでした。あら、残念だわ。少しは楽しめると思ったのに。ふむ。それならば、それで構わない。障害は無駄に増やす必要はない。ですが、一つ。近辺で興味深い情報を耳にしました。ほう、話してみろ。魔剣。何？魔剣だと？長年その存在は行方不明でしたが、どうやらまだ存在しているようです。そんな、デタラメ言わないで。ここ数百年、一切の情報がなかったあれが、今更見つかれたなんてありえないわ。そう思うならば、別に動く必要はない。だが今まで一切の情報がなかったものがいきなり話に上がった。その意味を考えてほしい。用心に越したことはないだろう。もしそれが原因で遅れを取るようなことがあれば、英語に残る恥だろうからな。ふん、興味深い。詳しく調べてみる必要がありそうだ。リリアンナ、この件はお前に一任しよう。ん？え、私ですか？そうだ、魔剣について調査し、必要があれば入手しろ。いいな。行為。ってことは今度戦うのはリリアンナか。エルダ様、我々はいかがいたしましょうか。待機しておけ、いつでも出られるようにな。行為。なんかまだまだ話し続きそう。結構長いな。では私も。これさ、名前を呼んでるからさ、別に普通のことなんだけど、その名前って分かんなかったら急にさ、魔王様がおっぱいって言い出したみたいに見えるからさ、なんのこっちゃって話だよな、ここだけ見たら。なんでしょう。私はまだお前のことを信用したわけではない。変な動きはするな。やっぱこいつなんかあるんだな。ギョイ、何なんだろうな。なんか意外とストーリーがちゃんとしてるのか。第2章、魔剣を求めて。
なんか章分けされてるしさ、ちゃんと小林が仲間に、てか章が進んじゃったよ。ツッコミポイントさ、だいぶ逃しちゃってんじゃないのかな俺。いいのかな。あーでもここだけだ。忘れ物を取りに行こうとする、を忘れて、まあいっか、めんどくせえ。こいつら話しかけるか。うん、なんか言ってんな、いろいろ。まあいいや。なんか言ってるけどいいや。一応さ、あのちゃんと読まないけど、あのツッコミポイントを逃すのだけは嫌だから、怪しい男。こいつも怪しいんじゃねえの。この酒場の一番の情報つ、ああそいつ仲間にしたよ俺。おっと、未成年か、ジュースで我慢しな。あの奥の人は話しかけれねえから、まあさっさと行くか。あ、こことか全然入ってねえじゃん。右の2つの部屋、ほらほら、これなんかいるよ。何でも噂によると、港をつなぐ伏線が魔物によって沈められたらしい。恐ろしい話だよ。マジか。え、帰れなくなってんの俺。まあ、よくねえじゃん。どうやってお城に戻るんだ今から。だって王様のところに俺ら戻らなきゃいけないんじゃなかったっけ。どうすんだ、この辺りにも魔物が攻めてくるのかね。怖くてたまらないよ。魔王の力はあまりにも強大だ。今でこそ世界の3分の1を取られる程度だろ。奴らの領土が増えるのは時間の問題だ。まあそうだな。そしたらまあ早いとこさ、魔剣を手に入れて、あ、ちょっと待って、ここに武器あんじゃん。あれ、ここ知らなかったな。あ、こんななんか広いとこあったんだ。ちょっと待って、マジでこんなんいっぱいあったんだ。まあ、装備できないけどな、どうせ。魔剣ゼファー。負けんじゃん、松目わかんねえ。買えるものなんか、ないと、欲しい、こういうの。じゃあ、装飾品買ってる場合じゃなかった。この辺買うべきだった。しまった。お金がない。じゃあ、お金集め。じゃあ、敵と戦って金集めしないといけない。じゃあ、ここ入れないのか。なるほど。わかった。じゃあ、一回出よう。で、戻れなくなって、ん？あ、戻れるのか？あ、なんかいるよ。お姉さん的なおじさん。それ、一体なんだ、それは。正体表せ、お前。どういうこっちゃ。女装してるってこと。こいつは。こちらの大陸は魔物が多く、気象も荒いため過ごしにくい。そんな場所にこそ商人が必要です。なんか売ってくれるわけじゃねえんだ。この港町からは往復船の他に遠洋漁業のための船も出ている。なるほど、商いのためにってことね。いらっしゃいませ。はいはい。あ、行けないんだけど。あ、もう行っていいのかな、勝手に。どういうこと、こう行っちゃっていい。チケット、あるじゃん、チケット。なんで、あ、行けた。なんかしねえけど行けたわ。お楽しみでしたねって、あ、言わせようか、もっぺん。でも3人いるからな、ちょっとお楽しみっていうか、お楽しみしたらちょっとまずいだろ、さすがに。まぐわりすぎだろ。いや、楽しむんかい。ちょ、待て！おい、3P だと？やりすぎだろうがよ、いくらなんでも。王女様回してんの俺ら。何やってんの、マジで。ツッコミポイント、ちょっと待ってな、もっぺん確認させて。ツッコミポイントだって取ってないよね、ここ。忘れ物を取りに行こうとする。忘れ物を取りに行こうとする。もういいや。もう無理だ。全部は、え？は？ちょ待って。王様。ちょっと。あら、お父様は？おお、少し席を外してるようです。何か用ですか？南にある大陸に行きたいんだ。どうすればいいかな？南？でしたらこれを使うといいでしょう。なんでそんなもん持ってんだ、お前は。かつて戦争時代に主な戦場であった南の大陸へと移動するために用いられたものです。小室城下町と向こうの大陸をつなげており、使うことでお互いの場所を行き来できます。すごいですね。とても大切なものなので、くれぐれもなくさぬように。すごいな、こんなに簡単に向こうへの足を用意できるとは。よし、早速使ってみよう。なんでそんなものをお前ら持ってんの。なんか怪しくねえか。なんか、まあ使ってみるか、とりあえず。店員、移動しますか。はい。なんかさ、王様がこのタイミングでいなくなってるのってさ、もしかしてだけどさ、まさか王様の正体おっぱいじゃねえだろうが。それでは馬券を求めて行動開始です。もうここしかねえだろ。なんかあるよ、ここ。ここだろ、ほら、遺跡じゃん絶対。行ってみようか。なんか敵強そうだよな。あ、敵出ないのか。だからさ、シンボルエンカウントだから、敵がいるかいないか、見てみないと分かんない。あ、いるじゃん、やっぱ。ちょっと待って、ネズミか、強いのかな。どっちにしろでもあの奥行けないよね。行けないはずだよね。あ、こっちからか。一回戦ってみるか、ちょっと。どんなもんかね。大ネズミが現れた。攻撃、魔法使うか。わあ、そんなちゃんと戦わなくてもいいよな。攻撃でいいよな。何これ。美少年殺法、何それ。でも強そうなんだけど。こいつなんか HP3900 あるんだけど。ちょっと待って、超強いじゃねえかお前。小林ちょ、おい、ツッコミポイントでは今。おい、ツッコミポイント今出たよ、小林。お前、クソ強いじゃねえか、お前。片身のグローブ。なんかお前、なんかあれだな。苦労してきたんだな、お前な。へぇ、魔人ハンター、さすが、魔人ハンター、言うだけ、え？マジかよ。折り腰になんかお前突っ込んでくるんだ。小林、お前何回攻撃した今。小林もしかしてデフォで2回攻撃してねえか。なんかもしかして。あ、レベル上がった。てか、敵全然強くなってねえな。楽勝じゃん。まあ、レベルもサクサク上がるし。
またあれかレベル上げてった方がいいのかな。ある程度なんか結構あれじゃん、入り組んでんなおい。そしたらあこっち、じゃあちょっと許して、ちょっと許して、ああもうめんどくせえな。まあでもどうせレベル上げなきゃいけねえからな。やっぱ小林2回攻撃してんじゃねえ、小林2回攻撃してんのか、キオーラが攻撃してるだけか。なんかさ戦闘がさすげえスムーズに進んでいくからさ、あれなんだよ、なんか小林が2回攻撃してるのかと勘違いしちゃった。普通に小林は強いだけか。ただ素手で殴ってるもんな小林な。あれなんだよ、金いるんだよな。金でさなんかさ武器ちゃんと装備してさ整えたら小林もっと強いのに多分。あら武器をもっと、あまあ戦うか、お金もいるからな。しかもなんかすげえ弱えから、ほら小林がワンパンで OK いいよ。なんか小林すげえダメージ受けてねえか、大丈夫か。そうだよね、1200ダメージ受けてんじゃん小林。あれか、防具も装備してないからあれなんだ、ペラペラだから。なるほどね。ここはいけないんだ。他のなんか扉と違ってあれなんだけどな、短いんだけどな、一種関係ねえんか、いけねえな。なんかすげえ迷路みたいになってる。この奥いける、あいけるわ。あちょっと宝箱、あれ宝箱はちょっと取らないわけにはいかない。宝箱を取り逃すのはさ罪だから、ちょ犯罪だから。ちょ待ってくれ、もうほとんど大変じゃねえか、くっそもうお前、まあめちゃくちゃ大変じゃねえかよおい。まあでもあれか、あのレベル上げお金稼ぎも兼ねていくか、めんどくせえけど、まあ、どうせここら辺この辺どうせ全部カットになってんだろう、俺知ってんだこっち行ってと、さらにこっちか、左上の方にあったよね、こっち行ってここの上かな。あうそれっぽい、それっぽい、それっぽい、違うか、違うか、違うな、今のところ右か、こっちをこうか、これでいける、いけない、もうちょっと、さっきの宝箱どうやっていくんだ、めっちゃ入り組んでんな、もうめんどくせえ。お、なになに、リザオラ覚えて、リザオラ覚えたんだ。リザオラってあれでしょ、ザオラルでしょ。あザオラルじゃねえ、ザオリクだ、やば、しかもなんか TP4 で使えるんだそれを、すげえな。んで、ここの上行って、あ、これでいけるはず。ああ、もうまたいいのか、お前。どうせ。この先でしょ。ほらほら、やっぱそうだ。お、なに？紫のデカリボン。なんか良さそうなの手に入れた。キオーラかな？キオーラの頭か？違うんだ。ああ、装飾品か。HP が800上昇。やべ、めっちゃ有用だ。キオーラかな、それとも主人公かな、主人公だな。紫のデカリボン。なんか、女の子が使うならわかるんだけどさ、俺がこの顔でなんか男でさ、なんか紫のデカリボンつけてんのどうなんだろうな。ここなんなんのマジで。なんか半分なんだよ、他のやつと比べて。関係ねえのかな、ピョンって飛び越えそうだけど飛び越えないんだよな。こっちか。あ、こっちか。こっちだ、こっちだ。こっちでなんか、向こう岸に宝箱があるから戻ってきたんだ。で、こっち行けば、ちょっと待って。オッケーオッケー。あ、セーブ。あ、やべ。あ、ぶで。ボス戦じゃねえかよ。どう見てもボスいたわ、今。こっち側。あー、もう何もないのかよ。めんどくせえ。あ、まあ、でもレベル上がるかな。まあ、お金稼ぎにもなるから、ちょうどいいや。これで、倒して、レベル上がんねえじゃねえかよ。これで、あとどのくらい倒したらレベル。あー、いいか。行っちゃうか。行ってみよう。さあ、ボス戦。こいつはあれだよな。あの、女のやつ、リリアンナだよな。人間がなぜこの場所に？お前は誰だ？一人でこの場所にいるということは？ああ、こいつからは魔物、いや、もっと強い何かの気配がする。ということは？魔性？まさかあなたたちがドラゴンを達したという人間？まさかそんな、おっぱいは何をしてるのよ？よだけカタカナのやつな。いや、どうでもいいことだわ。あなたたちがここに来てるということは、この塔に負けがあるということの何よりの証拠。あなたたちを始末してから、ゆっくりと探させてもらうわ。おほほほ。負けを探している？来るぞ、構えろ！くぅ！さあ勝負だ。結局この全部一緒かい。アヒア撃ってみるかな。こいつのさ弱点が知りたいな。インド撃つで、こいつはなんかいろいろ覚えてんだよな。そうそう、この辺。クイックチャージは TP5 回復。これはバリアか。バリアいいね。2割減らす、2割って微妙だな。なんとも言えないな。敵単体に防御力無視ダメージ、クソ強い。おい、魔性山王になんか致命的なダメージを与えることができるか書いてある。これ絶対これ。戦、あ、終わったねえ、ちょ、弱すぎませんか敵の。油断した、くらえねえ、ボス戦がこんな
ちょ、待って。やった。か、気配が消えた。ってことはただの魔物だったか。よかった。できれば負けを手に入れるまで魔性との戦いは避けたかったところです。にしてもあいつらは負けを探しているような素振りだったな。どころか情報が漏れたか。何せよ急いだ方が良さそうだ。よし、進もう。だからさ、おっぱいの正体って、まあまあいいや。このレバーで、あ、レバーでさ、あれじゃね？ちょっと前回来て、一旦。さっきのさ、なんか半分だけのところあったじゃん。扉が。あそこが開いてるんじゃないのか、今のレバーによって。だからこっちだ。このさ、ここの上。ここじゃね？ほら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 。オーケーよ。あ、オーブがある。これあれだよな、時短だよな。入り口に多分直結してるから、この奥に魔物の魔剣があるんじゃないのか。あー、なんか広いな、まだ。上行ってみるか、まず。こっちが多分、あー、正規ルートじゃないのか。いやー、正規ルートかもしんねえ。だから広い。バカみたいに広い。やばい。まだまだ、ちょっと待って。全部通んの結構大変じゃない？とりあえずこいつ倒して。いや、なんかさ、取り逃しちゃったら嫌だからさ、全部ぐるっと回りたいんだけどさ、それをするにしたら広すぎませんか？めちゃめちゃ広いな、このマップ。この奥、もうまたいるもん、しかも。今回もまたさ、洞窟の時と一緒でさ、敵がもうネズミしか出てこねえ。レベル上がった。いいよ。こっちは行き止まり。こっちはなんか広すぎてどこ行ってどこ行ってないのかもう全然わかんなくなっちゃう。これどことつ、あ、なんか戻ってきたっぽくね。違うか。どっかとこれ、ん？あ、これ上、あ、そうだ。上行って、で、この上、だから上行ったら何もなかった。こっちだ。こっちで、で、こっちはダメで、オッケー。じゃあ行ってないのここだけね。で、ここで、また下と、あ、違う。右行けだけで、こっからだ。こっからだ。右行くか、上行くか、分かれてる。で、右先行ってみるか。あー、右のが広かった可能性があるね。こっちは行き止まりで、こっちか。こっち。こっちになんか宝箱とかねえかな。あるいは、正規ルートかな。あ、これ正解引いたかもしんねえ。もう、めんどくせえ。倒して。でも、そろそろさ、あ、そっか、主人公以外はレベル上がんねえんだもん。あ、正解じゃん。正解引いちゃったか。ちょっと待ってな。回復してセーブしてから、ちょ、行ってないところ。やっぱこれ全部行きたいんだよな、俺やっぱな。おー、レベル上がった。っていうか待って。ちょっと待って。キオーラ姫がレベル上がったんだけど。何これ。違う。これだ。ホマラを覚えたんだよな。味方全体の、全体回復魔法覚えちゃった。マジか。えぐいな。もう負けようねえだろ、それは。そうなっちゃったら。で、この奥行ってなかったけど、あ、何にもなかったんだ。ぐるっと一周しただけじゃん。オッケー、じゃあ戻ってきて、一回セーブもっぺんして、で、この奥に魔剣があるのかな？お、あるね。あ、あれは？化けか？やっと見つけられました！行きましょう！は？選択肢ここで引くって、は？いや、引く選択ねえだろ。もっぺんやるんかよ、しかも。は？これあれで、これツッコミポイントだろ、多分。これ何でも繰り返してたら、ツッコミポイントになるんじゃねえの？ならねえのかな？行きましょう、引く。ねえ、ツッコミポイントだろ、絶対。なんで突っ込まねえんだよ。行くか、そしたら。なんで？引くってねえだろ。会話スキップしますか？は？聞くわ。聞かせてくれ、ちゃんと。見つけた、これが？魔剣プロック。持つ者に幸運と勇気を与えると言われる伝説の剣か。この距離からでも力を感じます。よし、これさえあれば。抜けんのか？なんか勇者じゃないと抜けない的な、あれ？まあ抜けないでしょ、普通は。どうだされました？これ意外と硬くて抜けないや。頼りないやつだな。ちょっと貸してみ。ふふふ。案内ご苦労様。あー、さっきのやつ。道理で弱いと思ったんだよ。この声は。ただの人間とビクビっていたけど、どうやらそじついてく本物みたいね。それならこちらも敬意を持って接するべき。やっぱりさっきのはあれだったんだ。偽物だったんだ。これが本物の姿だったってことか。名乗らせてもらうわ。魔王エルドラス様率いる神龍が一人。水の魔性、リリアンナ。ついに正体を表したな。魔性？さっき確かに倒したはず。確かに油断してたわ。だけど、あなたの一撃を受ける直前。体を水に変化させ、排水溝に逃げ込んだ。体を水にだと？それが可能。何にせよ、あなたたちのおかげで負けを見つけることができた。渡すわけにはいかないわ。あなたたちを始末してから負けをいただく。やるしかない。待て、ああ、お前は負けを取ることに集中しろ。なんだって？そうです、私たちが食いてみます、その隙に。あら、舐められたものだわ。無茶な、3人がかりならなんとか。どの道、魔性を完全に倒すには負けが力が必要なはずだ。そう思うなら急げ。わかった、なんとか耐えてくれ。3人がかりでもよかったのよ。抜かせ、お前程度俺たち2人で十分だ。あまりバカにしてると痛い目に見ますよ。
その声、外見、もしかしてキオーラ姫だとすると、がぜん魔剣を渡すわけにはいかないわ。始末させてもらう。魔剣を使うことができるのは選ばれた者のみ。そしておそらくそれは耐えてやるさ。行くぞ。ああ、なるほど。主人公を抜いてこの二人で戦って勝たなきゃいけないんだ。まあまずはインドかな。でこれなんだよな、グラビティブレイク。これクソ強かったよな、確かな。インドを与えて1120、さらに1160で、あっち、あ、うん、弱くね。え、そんなもんなの、楽勝じゃねこれ。こっちも使ってみたいけどな。これやってみるか。おおお、かっこいいよ。あー、ダメージ落ちちゃったな。やっぱあれか、あの魔属性、魔属性特攻が回復しといた方がいいかな。一応回復するか。でグラビティブレイクの方が強いな。これであの魔人特攻がついてるから OK。 これ楽勝でしょ。またじゃあインド打ってこれでいいんじゃねえの。じゃあ TP 使いすぎかな。あ、やべえ、ちょっと待って、 HP 多いわあいつ。ふふ、やはり足止めしかなってないよね。ちっ、やはり強い。人間ごときが完全な生命体である私たちに勝てるなんて思ってるのが間違いだわ。そろそろ決着をさせるか。ついに魔剣を引いたか。この声やりましたか。お待たせ、二人とも魔剣を抜いてきたんだな。あーさま、見違えるようだ。これが魔剣は俺に答えだ。行くぞ、正義は我らにあり。適合者クならば魔剣は破壊するわ、脅威は排除する。オッケー、そしたら仕切り直しだ。インドを打って、こいつどうしようかな。回復アイテムでさ、ハイポーション自分に使おうか。でこいつ、お、レリーアントブレード、なんか覚えてるね。魔剣の力を解放し敵全体に攻撃を行う。威力は現在の TP に移動するため連発すると弱くなる。あ、そうなんだ。じゃあ TP が高ければ高いほど強くね。キオーラたちの勝利。まあでもダメージ自体はそうでもなかったが、1100ダメージぐらいだったか。魔剣の力、まさかこれほどとは。逃がすか、グラビティブレイク。くー、奴を空間に固定した。ああ、行け、任せろ、くれー、おなら覚えておきなさいよ。魔人成敗。魔剣の力すげえな、おい。ふう、驚いた。それが魔剣の力、魔性を消滅させられたのでしょうか。わからないや。でも手応えは確かにあった。生き延びられていたら厄介だが、ひとまず目標は達成だ。そうですわ、それだけの力があれば魔王とも戦える。やっと魔王城へ乗り込めるのか。なんでかそれが目的だったのに随分遠まれちゃった気がするよ。仕方ないだろう、円滑に進めるとは限らない。旅なんて寄り道が方が多いもんさ。まあそういうもんなのかもね。それで魔王城へはどうやって行けばいいんだ。小林さんと出会ったあの町、ラストレイブンの西に火山があります。そこを抜けていきますわ。火山か、海は越えていけないの。魔王城の真後ろから船で接近して無事に住む自信があるならそれでもいいが、いや、やめておくよ。火山を抜けていこう。火山を抜ければ魔王城は目の前のはず。もう一息ですわ。あーさま、そうだね、あと少し頑張ろう。これで次の章に行くんじゃねえのか。あ、違うな、また戻んのか。一回回復して、てかちゃんと RPG してんだよな、なんかな。邪魔だてめえ。でここにあれがあるから、あったあったあった、これこれこれでここに戻ってきてと。 OK。 でどうやって戻んの、あれ、あ、違う、そうだ、あれ使えばいいじゃん。これ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 使って、はい、で戻って、 OK。 さらにじゃあこっから、ふぅ、さ、行こうか。すっきりしたところでな。じゃあまたあれか、お船に乗って、ここでさ、いろいろ買えるはず。これ全然なんか買えなかったけどさ、お金なくて。ここでさ、いろいろ買えるはずだから。あー、でも3000ゴールドしかねえのか、きちいな。まあノリが一番いいのはこれだよな。ナイトヘルムか、これ買っとくか。これ買って、こうして、でさ、売却するで、バトルアックスとかさ、今までの装着品をこれ売っちゃえばお金になるから、これでもうちょっとなんか買えるでしょ。アイアンメイルかな、アイアンメイルが一番乗りいいね。オッケー、これで。で、さらにこうと。もう抜け目なくな。これやっていこう。さあ、そしたら、次は四天王の炎のやつだな。オッケー、行こうか。一方、その頃。あ、ここで章が変わる感じかな、もしかして。エルドラ様、急に召集をかけるなど何か問題でも。あ、この召集に呼ばれてたから王様いなかったんじゃねえのか。リアナの反応が途絶えた。な、何かの間違いでは。確かに、奴が水に変化している間は、魔性としての反応はなくなるが、だが長すぎる。
仮にやられたとしてもリリアンナを倒すほどの逸材が存在しているというのですか。魔剣を探させていたリリアンナが消されたとすれば、おそらくそれは偶然ではない。おっぱいよ、ドラゴンを喋ったという人間本当に消したのだな。私のハイドロダイブの威力、それはエルドラ様もよくご存知のはず。それに乗っていた船は粉々になりました。海のど真ん中、生き残りがいるなどという情報も一切入ってきておりません。生きている、生きているわけがない、そう言いたいのか。死体を直接確認していたのに生きているわけがない、そんなふざけた意見許されるわけがねえ。もしドラゴンを倒した人間が来ているのなら、清原姫の力を借りているのなら、魔剣を手にしているのなら、お前のせいでリリアンナは消滅し、魔軍を危険にさらした可能性がある。ジェイス、それバレだ。魔剣を持とうと所詮は人間、残り高き魔族である我らが恐れるには値しない。あろうことか我らに立てつこうというのならば、返り討ちにするまで。ジェイス、紹介だ。東の火山で待ち伏せをしろ。通る人間は手を抜かず皆殺しにして構わん。お前は我が右腕、視線の最強の存在、くれぐれも私を失望させるな。行為、おっぱい。やっぱりなんか急におっぱいって言われると笑っちゃうな。お前は城に待機しろ。指示があるまで勝手な動きはするな。ちょっと今のであれだな、信頼失ってんじゃないか。ふん。そして第3章、奇妙な冒険。ちゃんと RPG してんだよな、なんか。最初のさ、あのなんかバカゲーのノリからは考えられないぐらいなんかちゃんとしてるよな。ん？あーなるほど、敵も強くなってんじゃねえかよ。スケルトン3体だって。普通の攻撃でゴリ押しもそろそろできなくなってきたかな。まあでも普通にやってみるか。あ、待てよ、これでさ、あ、でも Q も使うの TP。それはちょっと聞いてないね。ちょ、やばい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 。ちょ、待て、ちょ、待て、やばい。やばい。とんでもない強さになってる。ちょ、これ、本当にやばい。こうして、これこうしないと。こいつ、どうしようかな。攻撃でいいかな。このデインとか多分効くはず。あ、そうだよね。あー、すげえ経験値くれる。でもさ、デインド毎回毎回使ってたらさ、TP がすぐなくなっちゃうからな。待ってくれ。敵が強くなりすぎだろ、急に。どうしよう。ちょっと回復ポイントない？MP、TP 回復するアイテムってないのかな。それあったら強すぎるか。宝箱、ハイポーション、ハイポーションじゃねえんだよ。あのさ、ハイポーション、あの、HP じゃなくて、TP を回復する術はないのか。あ、なんかさ、小林が持ってたよな。あー、クイックチャージあれか。味方一人の TP を回復する。自分の回復にも味方のサポートにも使えて便利。これあれか。そうだよな。戦闘中しか。あー、また現れちゃった、こいつ。防御で、これ Q 使うんだよな。で、クイックチャージがもし先に先手取れれば、クイックチャージで先に、あーダメか。もうこれで次だって打てないもん。アヒャド、なんか覚えた。アヒャド、アヒャド、敵単体、あー敵単体なんだね全部。でもダメージが多分どんどん強くなってて、ちょっと一回逃げよう。一回宿屋に戻って、戻れるよね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと TP がすげえ勢いでなくなる。ちょっとやべえ、あのなんかないのかな。なんか TP 回復する術ないのかな。ここで回復して、急に敵強くなったからさ、これ買えるな。 OK、 これ買って、あとは買ってないのはこの辺はちょっと高すぎるな、無理だな。3000ゴールド貯めてこれ買うかぐらいだね。そしたらまあキオーラこうして、またちょっと3000ゴールド貯まったらちょっと買いに戻った方がいいかもしれない。そのぐらいちょっと油断もちょっとできない、一切の油断。そうなんだよ、こいつなんだよな。防御して、デインド打って、で、防御。OK。で、おー、レベル上がった。なんだ？リザオーラル。戦闘不能から出発させ、HP を大きく回復する。あー、なるほど。ってことは、こっちのリザオラは、あれだ、戦闘不能から復活はするんだけど、HP 半分ぐらいで復活するみたいな。だレイズ、アレイズだ。要するに。はい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 。なるほどね。奥行ってみますか。ちょ、敵がすごい急に強くなったから、ちょっとこのまま行くとボス勝てるかちょっと心配だね。あー、ちょっとあれは欲しい、戻ろう。さあ、シンボルエンカウントだから最悪ちょっと雑魚敵とか全部避けながら、あの無理やり行くことはできるんだろうけど、それしちゃうと多分ボス戦で詰むから、あの戦力差で。だからちゃんと倒していかないとダメだと思うんだよな。デインド打って、でクイックチャージを、キオラ。オッケーオッケーオッケー。これなんすよ、これでまた撃てるから。で、あとは、魔法陣が、もし、会ってくれればもう最高。それで TP を踏めば回復するから、で、倒して、で、また経験値お金貯めて、で、魔法陣で、また TP 貯めて回復して、みたいな、そのなんか、ルーティーンができるから、そのループになれば強いんだけど、クイックチャージでこう。あー、先にクイックチャージして！もう、ちょ待ってくれ。
まあちょっとレベルはすぐどんどん上がっていくんだけど、何これ、曲となんか巧妙のラン、何それ、すげえの手に入れた。これどれだ、あれ防具なんだ。装備してると毎ターン TP が1割回復、最高。神速攻キオラ、速攻でキオラで、いやーでもどうしようかな、余ったやつ、片身のグローブ、いやこいつ装備変えれないのか、片身のグローブ何なんだ、守りのピアスが、あーまあ紫のデカリボンのがいるよな、まあ売ろうかこれ、売っちゃおう、奥進めないんだ、うーんそしたらこっちか、一回戻った方がいいのかな、これ TP 今ないじゃん、やばいか、こんなどんどん行っててやばいか、ちょっとでもさ奥になんか魔法陣とかあったりしねえかな、親切設計で、ああいや戦うか、行こう、 15TP あるから今、防御ディオン、デインド打って、先にクイックチャージ、先にクイックチャージをしてください、もうなんでだよ、あなんかまた覚えた、なんかさ手に入るさ、おベホマラン、ベホマズンだねベホマ、ベホマズンってことか、最終なんか最高の方で覚えるような技ももう覚えてきてるな、なんかさ経験値めちゃくちゃもらえるからさ、この雑魚的どん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 レベルアップしていくんだけど、技もすげえどんどんすげえ勢いで強くなって、だけどなんだよな、ちょっと待って、毎回1割回復ってすげえ強くねえか、もうだって TP16 だよさっき使ったのに、あれちょっと待って、ここで使うけど、ここ今7になってるよね TP、 あ違うレベルアップしたからだ、だから TP が回復してたんだ、あでも9になってる、ほらやっぱ、いやーでも1割回復強えな、やっぱこう考えると、でこれなんですよ、デインド打って、これなんですよ、クイックチャージが先に発動してくれないと、頼む、あーもうダメだ、素早さが、もう隊列変えたら変わるかな、いや隊列変えれねえじゃん、小林をさ先にさあれしたいんだよ、あステイミュラント、ステイミュラントは戦闘船から HP 半分で回復、ああもうそういうのはいらないんだよな、もういや TP 回復させるのないんだな、いやあったら強すぎるもんな、 TP 回復アイテムがあったらいいんだけど、さすがにねえか、 OK だだっ広いけどあんまり見るところないね、どんどん行こう、魔法陣そろそろ出てきてくんねえかな、ボス戦前にさすがにあるよね魔法陣、まだちょっと待って、ここ右行こう、こっちは何もないかな、いや広いね、何もない、あ敵、まあ、いっか、ちょ TP 足りない、おなんでこんな回復してんの TP、 なんでマジでわからん、もしかしてさ歩いてると、歩いてるとなんてことある、そんなことないよなさすがに、ちょっと待って、これ装備してると毎ターンだよな、歩いてると回復するってことじゃないよね、毎ターンだから戦闘中、ああ一回回復しとこう、回復してからセーブして、で戻ろう、ちょっとこっちじゃなくて正規ルートじゃない方、宝箱がある可能性があるから、あちょっと待って、こっちなんだ、この奥は何もないのか、 OK 左行ってないからさ、こっちの奥行ってないから、こっちに宝箱はないけど、まあ敵倒してちょっとでもあれだな、レベル上げとこうか、こうしてこうと、 OK、 いやもうでもさこいつさ経験値すげえ、うわなんかまた覚えたもん、ほらやばいって、ここでなんかスケルトン勝ってるだけで、ちょっと何覚えた今、リジェネレート4ターンの間味方1人の HP と TP も、ちょっと待って勝ちました、これリジェネレートやばい、えぐい、これさすがにやばい、これは勝ったでしょさすがに、いやこれしてんの勝てるわ、行こう、もう行こう、ちょっと装備品も一応全部最強にはなってないけど、これは勝ったでしょさすがに、これ行くわ、 OK、あー絶対ここで戦うわ、もうすぐ出口だ、休憩なしがいけそうか、進もう、オッケー、あ弾会話スキップしないしないしない、なんかスキップできる弾が2つある、開けた場所に出たな、向こうから風も吹いてるみたいだ、火山しばらくはごめんだな、暑すぎる、ここ抜ければいよいよ魔王城ですわ、さあ行きましょう、よしさっさと抜けて、ドルルルルー、来たね四天王が一人、最強らしいなこいつ四天王で、誰だやっぱり来てたな、この反応お前はまさか広場所ジェイス魔王エルド様の右腕だ、場所その様子リリアンナを倒したのはお前たちだな、だったらどうした、ふんおっぱいのやつめやはりしくじったか、おっぱいだってま関係ないことだな、バトルになるってことか、この俺ジェイスがお前たちを殺す、
確かにお前は強いのかもしれない。でもお前に勝つことができなきゃ、もう一人のあの魔性にはきっと勝てっこない。かかってこい。俺もだいぶ強くなったからね。言うて負けんよ。あとさ、お前アヒャド多分効くだろ。お前アヒャド弱点だろ絶対。でリジェネレートを使います。これ誰に使おうかな。こいつかな。こいつに使って、でこいつが毎ターンこのグラビティブレイク使えば、あでもハイプロテクトも打っとくか。せっかくだから敵全体、味方全体か、バリアつけてもう万全の対戦するか。これで500。ああなるほど、ああなるほどね、勝ったわ。だって自動回復の方が上回ってんだもん。これ勝ちでしょ。どうしようかなこいつ。もうなんか余裕出てきたわ。まあインド打っとくか。インド打って、多分弱点じゃないけどインド。でこれ OK、 グラビティブレイク打って、これああ2回攻撃か。まあいやでもリジェネが強すぎる。勝ちだこれ、絶対勝ったこれ。あ何、あこうか。でこれでクイックチャージ、まあいらないよな。うん、グラビティブレイクでいいや。グラビティブレイクがさ、魔性特攻だから、弱点だから。なるほど。ちょっと回復量が間に合ってない。こういう時は、そうね。まあ、そうだね。全回復、あれ？あ、これ味方全体か。じゃあ、これか。これで、こうか。で、こいつはグラビティブレイク。オッケー。で、次、リジェネかけ直す。やべ。ああ。いや、だから楽勝なんだよな、もう。全然余裕なんだよな。うがーくっ、強い。イバルの敵とは比べて、そうか。結構楽勝だったけど。お前たち、リリアナを倒しただけは、あ、ちょっと待って、第2形態来んのか。そいつはどうもさっさとくたばってくれ。そうはいかねえ。お前たちが俺に程よく攻撃を与えてくれたおかげで、俺も随分と温まってからね。第2形態か。なんだと、なっ、あれだけの攻撃を加えたにもかかわらず、まだこれほどの力が。馬券、確かに大した磁力だ。俺たちの脅威になるそいつは、何としても回収しなきゃならねえ。そういえば、馬券使ってなかったな。だから、今から超高熱を発し、洞窟もらともお前たちを焼き払う。そうきたか。何ですって。もちろん炎使いといえど、こんなことすればただじゃすまねえが。だが、お前らが焼き死んだ後も、馬券は焼けることなく残り続けるだろう。させない。あ、熱い。攻撃魔法も場所に届く前には蒸発してしまいます。なんて温度。このままやけ死んでしまえ。くそ、意識が。待て、あ、お前がなんかすんのか。ああ、キオラ、聞こえてなければそれでもいい。俺はいつかこんな日が来ることを恐れていた。自分より強大な力を持った敵に会い、勝つの仲間の形が取れなくなる、その日が来ることをな。片身なんか持ってたもんなお前。なんだこれ、別世界の話か。お前異世界人だったのか。さては、ははは、おめでとうございます。やりましたね。安倍さんの仇取れたじゃないですか。あれ、なんで泣いているんですかい。うん、お前こんなになって、今の目の前で倒れてるやつだったんだ。俺なんかさ、敵キャラだと思って当たり越しちゃった。はははは、みたいな感じで死にかけだったんだ。ごめん、時間かすぎる。ダメ。はは、いいんですよ。戦いの中で死ぬ。こうやって言うべきだったな。本望です。ただ、ちょっと怖いかな。もう、さっきのアテレコし直させてくれよ。手逃げててくださいみたいな感じで喋っちゃった。違ったよ。感動シーンだったよ。あ、手くらいいくらでも握ってやるさ。だから死ぬだよ。せっかく転送装置も動くんだぜ。あ、やっぱ転送装置とか言ってるし、これ異世界なんじゃないか。ありがとうございます。兄さんだと。その力、他の世界で、ほら、やっぱ他の世界、守りたいもののために使ってくださいね。妹だったんだ。なんか妹のアテレコさ、俺間違えちゃった。守りたいもののためになんて、お前以外にあるかよ。あー、そんな感動的なシーンだったんだな今の。ここで使うのか。そして俺は全ての魔性を消滅させるために旅をしていた。その目的は今も決して見失ってはいない。この状況を打破する、きっと俺の力はそのために与えられたものなのだろう。もうじき俺は臨界点に達する。そうなればお前たちも火だるまだ。だがそうはいかない。まだ動ける奴がいたか。だがもはや無駄だ。最終ラウンドだ。星の白銀ザ・ワールド。ジョジョじゃねえかよ。ん？あ、時止まるんだよね、やっぱね。どうやら成功したらしいな。ぶつけ本番だったが、数秒間時を止めることができる。俺の能力の最終進化系ザ・ワールドだ。やっぱジョジョじゃねえか。停止した時の中ならば、気温を感じず動くことができる。時間がない上に、ひどく体に負担がかかるもんでな、手っ取り早く終わらせてもらうぜ。全ての魔性を消滅させる。それは俺の生きる意味であり、意義。俺が俺であるために必要なこと。ならば、どうか。どうか俺の生きる意味をお前たちに継いでほしい。停止した時の中ならば、重力で押しつぶすという行為は、対象を消滅させるに不足ない威力が出る。砕き散れ、グラビティブレイク。ぐあ、小林、何が起こった。体が崩れて。
何が起こったか知ることもないだろう。俺のとっておきだ。クソエルドラサッバー。魔性が小林大丈夫か。ああ、お前に全ての魔性を倒してほしいだなんて俺のエゴを押し付けるつもりはさらさらない。小林腕が。だがお前たちが目指していた魔王を必ず倒してくれ。この時空に平和を。それが俺の意志だ。治療しなきゃ小林。無駄だ。魔性を倒せるほどの威力を持った技を俺自身の体で放ったんだ。俺の体も耐えきれずに崩れていく。だが仕方のないことだ。そんな。約束してくれ、必ず魔王を倒すと。するさ。だからアクタ、カルエラ、すまない。ミーシャ、俺も今からそっちに。ミーシャっていう名前だったんだな、妹さん。小林。マジかよ。動け、クソ動けよ体。ここは私たち。ああ、なるほど、気を失っていたんだ。気がついたか。あー様、なぜ泣いてらっしゃるのですか。魔性は倒したのですか。それに小林さんは。小林は星になったんだよ。そうですか。小林がいなければあの魔性にここでやられていた。俺は小林が崩れていくっていうのに何もできなかった。何も。小林さんが私たちに託したのであれば行きましょう。必ず魔王を倒さなければなりません。クソクソ。これ結構さ、戦力ダウンじゃねえか。大丈夫か。勇者アークエスト、お、最終章だって。マジか。小林がパーティーから外れました。マジか。これ戦力ダウンなんだけどな、相当な。大丈夫か。おい、ん、何これ。魔法陣回復でき、え、何これ。ちょっと待って、話しかけるべきだったか。私は旅の商人、何か見ていかれますか。急に現れるんだよな、最終章にさ。でさ、めちゃくちゃ強い武器とか売って、あ、売ってねえや。うん、そっか。最後の街で売ってるもの一応全部買ったし、魔法陣入ってここで、あ、なんかまだまだあれだな。このクリスタルがどうせ、そうだよな、なんとかしなきゃいけなくって。あ、これ全回復できたんだ。え、あー、びっくりした。今なんか小林が戻ってきたかと思ったけど、あれだったな、あのファイルデータに残ってただけか。びっくりした。うん、なんかいる。ちょ待って、なんかいるぞ。あ、敵か。シンボルエンカウントってこと。あー、やっぱそうだ。やべ、強いぞさすがに。あ、何そのセクシーな。あ、サキバスってことね。なるほど。ちょ、そしたらどうしようかな。あ、そういえばレディアントブレイク使わずして勝ったな、さっき。普通に攻撃して勝てるようなもう相手じゃないよね、絶対ね。アヒャド打ってみるかな。アヒャドをこっちに打って、あ、そういえばさ、デインとも効くんじゃない。神聖属性のダメージだから悪魔じゃん。そうだよね。え、ちょっと強すぎん。え、え、俺たちなんか、ちょっと待って、デモンペイン覚えたんだけど。ちょっと待ってくれ。おい、魔性爽快デモンペインなんか。ちょっとすげえの覚えたんだけど。おい、ちょっと待って、エロゲのタイトルじゃねえか。4体なら敵を大幅に弱体化。あ、そういう技なんだ。思ってたのと違ったけど、なんかロボットアニメとかのああいう系のさ、なんか技かと思ったけど。エリクサーね、はいはいはい。ついになんかもう本当に最終章だよね。エリクサー手に入れちゃうもんね。こいつも倒しとくか。いや、こいつさ、考えようによっちゃ美味しくねえか。だってそんな強くねえのに。ちょっと待って、こっちにこうして、で、デインド打って、デインドで確かさ、そうだよね、一発であいつ落ちるから、あ、これでいいや。これだって経験値4000。これで毎回経験値4000美味しくねえか、さすがに。あ、いいよいいよ、どん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 。オッケーオッケーオッケー、楽勝楽勝。てか全然もう美味しい、むしろむしろ毎回これでいい。デインド打って、これやるだけでさ、あ、でもやべえ、 TP がどん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 少なくなってってるわ、よくよく見たら。あ、また撃っちゃった。やべ。あ、でもちょっと待って。そういえばさ、クリスタルじゃねえ、あの、魔法陣あったじゃん。あそこで回復できるから、あの、TP は。てか、エリクサーで TP も回復するってことかな。そういうことだよね。で、ここも取って、OK。で、一回戻るか。ちょ、TP が今ゼロだから。あ、てか、戻れねえ。どうしよう。あー、まあ、いいか。TP なくても勝てるやろ。知らんけど。OKOK。どんどん行こう。てか、これ、エリクサー症候群になるよな、絶対このまま行くと。おう、てか、もう回復してるし。やっぱあれだ、毎ターン TP が回復するあの技、あ、技じゃない、あの装備、あの装備がもうぶっ壊れすぎなんだよ、多分。 TP 毎ターン回復ってなんだ、マジで。楽勝じゃねえかよ、おい。めちゃくちゃ強えよ。これ宝箱取ってと。これで一応全部の宝箱、全部エリクサーじゃねえかよ、しかもよ。エリクサー症候群になりそうだよな、このまま行くと。エリクサーちょっと使ってった方がいいよな、多分。でもまあ、ここで使う必要、あ、ちょっと待って、倒していこう。よし、行くぞ。こいつ絶対美味しいから、倒した方が。こいつだって倒すことにあれだよ、経験値毎回4000とかだよ。めちゃめちゃお得でしょ、これで。だって全然、あ、あれやるじゃねえか。あー、やっちゃった。もうまたやっちゃったよ。今のが普通に攻撃でよかったのに。まあいいか、無駄に TP 消費しちゃったけど。まあここでね、全回復できるんで、これでまあセーブして、 OK、 TP 回復。めちゃめちゃうまいな、ここ。めっちゃレベル上がるじゃん、ここだけで。
しかもなんかエリクサーもめっちゃ手に入るし。あ、また美味しいよこれ。こいつ倒して、こいつが、こいつが俺なんかもう経験値にしか見えねえもん。もうなんか普通に全然脅威じゃないから、こうやってこれで、これでだって4000経験値だからね。おい4000経験値ポンとくれたわ。楽勝、最高じゃねえか。レベルどんどん上がって、ステータス今どんなん。おー、運がえぐい。運574。運だけめちゃめちゃ伸びるんだけど。なんだこれ。こっちは魔法力だけガンガン上がっていく感じか。なるほどね。俺だって次のレベルまで3800だ。またレベル上がるよ。えぐいな、マジで。しかもどん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 魔法も覚えていくしさ。なんかデモンペインとか覚えてた。だから、またなんかあれじゃねえ、エロゲのタイトルみたいな技なんか覚えていくんじゃねえのか。ハーミットロブいいよ。ようやくここに来て、防具。おー、守りのピアス、何してバカ野郎。お前、こっち決まってんだろ。何やってんだ。このランタンがどんだけ強いか知ってっか、お前。で、こっちは、オッケー。行こう。レザーベス、なんか、今ので、ハーミットローブか。今のでさらに強くなったから、オッケー。アヒャードを打って、で、デインドね。もう、これでだって、もう、あーぶね。打つとこだった。これで、こうね。ちょっと待って。マジかよ。おい、ちょっと待って。サキバス杖、でも勝った。アップで、キオーラがさ、通常攻撃今40ぐらいしか当たれなかった。全然だったな。そっか、キオーラの通常攻撃じゃもう、もはや全然攻撃与えれない。トロの盾、何これ、トビとも魚なんだけど、カテゴリーが盾になってるし、防御能力あんのかよ。ロトの盾でしょ、それ。トロの盾。油身ぎっしり。116。久々の今ツッコミポイントだったな。俺だいぶツッコミポイントあれか逃しちゃってる。なんかしばらくツッコミポイントなかった。あーでもこれ逃しただけか。ほぼほぼ取ってんね。オッケー。この奥行ったらさ、なんかありそう。うわーいいんじゃねえかよ、おいマジン。あいつ倒したはずだったんだけどな。また魔性復活してんじゃん。どういうこと。あ、倒そう。経験値が落ちてるわ。経験値が床を歩いてる。こうして、こうか。オッケー、これで一発だ。たまに倒せないときあるの何なんだろうな、一旦で。なんか当たりどころが悪いと。おーしよしよし、いいよいいよ。おいでおいで、こっちおいで、こっちおいで。経験値温泉、経験値温泉が歩いてる。おいでおいで。オッケー、レインド打って、アヒャド打ってと。よっしゃ、お金すごくないか。多分15000。とんでもねえことになってるけど、もうこのお金使うところが。おーしおいでおいでおいで、おーしこっち、チコよれチコよれチコよれ。こう打って、これで終わり。あ、やべ、TP がちょっともう4になってる。使っちゃうか、もう。あ、レベル上がったわ。これで TP は回復しないか。使っちゃう、エリクサー使っちゃうか。クソもったいねえことしてる。不合の遊び。だってさ、使わないもん、どうせ。なんかエリクサーこんな持っててもさ。上行って。あ、なんだ、こっちに出るか。あ、ちょっと待って、なんかある。ホースワンド。なんだ、ホースワンド。ホースワンド、ん、ホースワンド。あー、キオーラの装備かな。あ、これか。おー、いいね、いいね。ストラに強くなっていく。そして、経験値4000がいるんで、いただいておこうか。アヒャード打って、デインドでおしまいと。オッケー。で、右の方にまだもう一個、宝箱があったね。こっちか。これ、あれか。右側の魔人と左側の魔人、両方倒すのか。って、ね、なんかまた手に入ったよ。ほー、いいね。素晴らしい。OK。これでこっちには多分、やっぱそうだよな。そういうことだと思った。OK。じゃあセーブして。倒していこう。勝てるっしょ。あれ？あ、ゾンビか。なるほど。道理で喋らないで急にバトルになると思った。ゾンビね。バラモスゾンビ的なことか。これ撃つか？大幅に弱体化。デモンペイン。ほほほ。デモンペインどうなんだ？結構強そうだけどな。で、これでさ、リジェネレート使っとくか。こうして。オッケー。あ、やべ。ちょ、やべ、やべ。ちょっと、あれだな。ナメップしすぎたか。これ使うか。いやー、TP 減ってるから微妙だな。普通に殴っていいか。殴って、で、回復でベホマラン。オッケー。よし、いいぞ。あ、でもなんかさ、小林が抜け出せでやっぱ結構強くなってんね。強くなって、強くじゃねえ。弱くなってんね。敵が結構なんか強く感じるわ。どうしよう。こいつやることねえな。インドでいっか。あ、インド効くんじゃない、ゾンビだから。あれ弱点じゃないんだ。そっか、あー。まあ、でも勝てるな。あ、デモンペイン抜けた。あー、何してんの、デモンペインかけなきゃ。ちょ、何やってる。
あ、っていうかさ、リジェネレートかければいいじゃん、主人公に。何してんだ。これでさ、いやー、マジかよ。あれ回復。あー、いや、どうしよう。まあ、リザウラ使うか。オッケー。これで、あ、やべえ、やべえ。これやばいかもしんねえ。これはやばい。ちょ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。俺に攻撃してくれればいい。で、あー、まずいなー。ちょっとまずいことになってんね。回復して、で、リジェネレートを、自分かな？オッケー。あー、ちょっと耐えて。あー、やっぱ結構強えなー。どうしようかな。回復して、待てよ。回復でいいのか？敵単体、意味をかけて、そうだよな。意味をかけて、で、リジェネレートをこっちにかけて、オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。オッケーオッケーオッケー、ナイス、ナイスオッケー。で、もっぺん、ねんにゃねんを回復して、で、こっちでデモンペインだ。デモンペイン、オッケーオッケーオッケー。デモンペインいっぱいかけた方がいい。で、押して、あー、1000ダメージ食らしてくるんだ。強いね。まあ、攻撃でいいか。で、それで、回復、自分を回復。で、いいよな。意味、ホイミ、ホイミでいいか。ホイミで回復して、攻撃。ちょっとなんかあれだな。お荷物になってる感あるな。まあでもしょうがないか。イオーラがちょっと、お荷物になってる感ある。いや、てか使おうこれ。レディアントブレード使おう。TP マックスだし今。んで、こいつもインド撃つか。これどうだ?2063か。おー、どうしようどうしよう。いや、結構いいバランスだ。普通に RPG としていいバランスになってる。オーケー、スイッチ押した。で、今度逆側だ。オッケーオッケーオッケー。途中でちょっと道中、まあ、経験値も借りつつだけど、魔法陣踏んでいこう。TP 回復したい。ここ。これで、オッケー。ほんで、今度逆側の、あれだろ？炎の魔女、魔性か。炎の魔性のゾンビな。こいつ。名前忘れたけど。なんて名前だっけ？ジェイスゾンビか。ジェイスね。こいつだったらさ、アヒャド効くよな、さすがに。でも、レディアントブレードとどっちがいいんだろう。アヒャド打ってみるか、一回。で、リジェネレートを自分。オッケー。アヒャドどうだ？あ、やっぱビークネスなんだ。でも、微妙だね。ちょっとさ、一応、回復して、で、リジェネレート両者にかける。まず先にリジェネをかけるところか。最初の作業がまずそれ。これが大事だから。で、意味打って、回復して、で、こいつがデモンペイン。オッケー。で、デモンペイン打ったら、ちょっと待ってな。どうしようかな。そろそろレディアントブレード打つか。で、回復しよっか。こいつでいいか。ホマラ。ホマラで回復して、オッケー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 。これでさ、自動的に TP がさ、毎ターン全回復して戻るから、レディアントブレードを毎回 TP マックスの状態で撃てる。それ最高じゃん。デモンペインまだ切れてないよね。だったら自分の回復、ホマラにしよっか、一応。オッケー。これを繰り返せば勝てるでしょ。うん。これを繰り返してれば勝てるな。あ、デモンペインこれ、もう切れちゃってるかもしんないな。でも、まあ、いっか。意味で自分回復しとこう。で、余裕があったら、デモンペイン撃とう。あー、撃てねえなー。あー、しかもちょっと待って。リジェネがなくなっちゃった。それはダメ。意味で回復して、リジェネは撃たないとダメ。リジェネをこう。こうして、回復して。あー、ちょっと待って。あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、ミーで回復して、で、リジェネを自分。もうリジェネは最初に、まず、最優先でかける。やっぱ TP が毎ターン回復するの、いっちゃん強いから。で、デモンペイン撃とう。デモンペイン撃って、あー、その順番じゃない。デモンペインから先にやってほしかったけど、まあいいや。で、これでリー&ブレードを毎ターン打てる状態になったんで。んで、どうしようかな、こいつ。やることなくなっちゃう。こいつやること基本的になくなるんだよな。全部かけ終わっちゃうとさ、あ、こういう時に、リジェネレートかけ直すとかするか？いっか、インド打とう。インドでいいや。あー、倒しちゃった。うん。まあ、多少難しい難易度はあるけど、まあ、言うてちゃんと丁寧に戦えば勝てるっていう感じだね。だ道中がやっぱさ、経験値がなんか4000とかくれるやつらのおかげで、めっちゃ経験値アップ。めっちゃレベルアップしたおかげで、デモンペイン覚えたしたし、これ以上なんか覚えないのかな、まあ、技とかは。一応次のレベルまでを見るとまだまだレベル上がりそうだけど、どうなんだろう。あ、やべ。次も魔王じゃねえ、これ。だんだん邪悪な気配が近くなってる、準備はいいか？別にやり残したことないよね。行くか。行こう。
ああ、魔王城だ。ああ、そうだよね。魔王の、え？ちょっと待てよ。そっか。先におっぱいと戦うんだ。忘れてたこいつのこと完全に。来たか。おい、その面見してみろ。中身知ってんだぞ。どうせお前が、あなたが最後の砦というわけですね。どうせお前王様だろ。まさか再び相まみえることになろうとはな。あの時は勘違いだと思っていたが。だが、ああというな。どうやら私の予想は正しかったようだ。なんだって誰だお前。我が弟。お兄ちゃん現れたんだけど。予想の斜め上来たな、おい。なにあ、これはツッコミポイントだね、確かに。だって今までそんな描写一切なかったじゃん。なんですって知らない知らない誰だお前。知らないか、無理もない。お前が生まれたすぐに私は修行と魔王討伐の旅に出たの。ね、なんでお前そんなことしててさ、今魔王の味方になってんだよ、バカか。それで、青王様のお兄様が、どうして魔王の配下になっているのです。そう、それ。ふん、いいだろう、教えてやろう。私は、ああ、お前と同じく勇者の血を引く人間だ。当然、勇者としての力を扱うことができる。だが、それをもってしても、私以上に、魔王が強力であることは分かっていた。だから私は考えたのだ。身分を隠して、魔王のそばに近寄り、従ってフリをする。あ、仲間になってくれんの、今。そして、奴の力をいただき魔性となることを、それが魔王を倒すことと何の関係があるというのです。魔性勇者2つの力を身に宿すことで、その力は2乗、いやそれ以上に強くなる。いわば今の私は魔勇者と呼ぶにふさわしい存在。魔勇者、そしてここにいれば必ずそちらからやってくると思っていた魔剣、それを私によこせということか。その最後のパーツが手に入れば私は魔勇者として真の力を手に入れることができ。なんかさ、こいつ力に溺れてねえか。仲間になってくれるのかと思いきやそうじゃなさそうだな、これな。その剣をよこせ。やっぱそうか。どういうことです。私はそう長くないとはいえエルドラを間近で見てきた。お前がこの旅でいくら強くなったとはいえきっと奴にはかなわないだろう。だが私ならば奴に匹敵する力を発揮できる。魔剣さえあれば奴に勝てるのだ。もしもお前以外の入社が来たのならば、そいつとエルドラをぶつけエルドラが疲弊したところを狙おうと思っていたが、お前が来たのならば話が早い。これはお前のためでもある。さあ魔剣を渡せ。魔王を倒そうではないか。なんでなんか仲間になって一緒に戦うっていう選択肢はないわけ。王様どうすんの。魔剣プラックがあれば本当に魔王を倒せるのか。そうだ、約束しよう。渡せ、早く渡せ。怪しくねえかこいつ。なんでこんなせかしてくるんだよおい。だが断る。上々だ、ここでも上々だ。なんだと。俺は会ったばかりのお前のことをこれっぽっちも信用してない。そりゃそうか。急に兄ですなんて言われて、はいそうですからって納得できるか。めっちゃまともな意見来た。それにお前はある時関係ない多くの人を巻き込んで俺たちに乗った船を沈めた。そっかそっか、そうだったじゃん。そういえば魔王の信用を得るためにだ。王様、俺たちはあの時のままじゃない。俺たちは魔王を倒せないって言うのなら今ここで証明してやる。勝負だ。ふっ、愚かな弟だ。ならばお望み通り分からせてやろう。お前を殺してでも負けを奪わせてもらう。行くぞ。こいつさすがに強そうだな。でも名前おっぱいだからな。お前名前がさ、自分の名前がお、自分の名前じゃねえか、実の兄貴の名前がさ、おっぱいとかさ、そんな悲しいことあるか。でもさ、こいつさ、魔性になっちゃってるんだから、これ、あれだよな、特攻になってるはずだよな。これ撃つか、いきなり。あ、でもちょっとさすがにまず、リジェネレート、やらせていただこうか。こっちにかけて。あ、やっぱビークネスになってるわ。だからお前がだから、闇の魔性に落ちて、闇落ちしちゃったせいで、このレディアントブレイクが特攻になっちゃってると。それはやっぱこっちも利用させていただこうかね。さすがにちょっと、ナメブだったが、回復しようとかよかったかなー、くそ。なるほど。なかなかやるね。さあ、こっから、俺に攻撃してくるまでイタチごっこが始まるぞ。俺に攻撃してくるまでイタチごっこだ。さあ、イタチごっこ。よしよし、それでいいんだ。そして、意味でさすがに回復しよう。ちょっと待って、BGM が消えて、BGM が消えちゃった。ああ、よかったよかったよかった。どうしようかな。デモンベイン。いや、リジェネレートをかけ直すか。ああ、もう両方消えてるから、こっち行こう。で、回復してもらって。OKOK、いいよ。そっちに攻撃してくれ。で、レリアントブレード撃っちゃっていいか。で、リジェネレート自分にかける、あるいは、でも、デモンペイン先に言うと。あー、先にデモンペインが良かったけど、まあいいや。オッケー。オッケーオッケーオッケー、いいよ。主人公に対して、いくらでも攻撃してくれていいから。キオラ姫にさえ攻撃してくれなければ。オッケーオッケー、それでいいの、それでいいの。オッケーオッケーオッケー。で、こうして。あれ？ちょっと待って、デモンペイン聞いてる？よくわかんねえな。聞いてんのかな？まあいいや。早くしょこ一応。んで、オッケーオッケー。いいよ。あー、ちょ、4連撃。まあ、でも勝てるな。うん。で、リジェネが消えたんで、かけると。まあ、普通にやってれば勝てそうですね。オッケー、これでいい。で、デモンベイン、これデモンベイン効いてなくねえか？あ、倒した。はは。楽勝じゃねえかよ、おい。レベル上がったけど、もう覚えないしな、やっぱな。まあ、多分全部覚えたんだな、技。なんだと。
どうだ、俺たちは強くなった。それに約束したんだ、必ず俺の手でエルドラを倒すって。そうだ、小林と約束したんだ俺は。なるほど、確かにお前たちは強くなったようだ。それも凄まじく。やれやれ、一体どのような経験を積めばここまでの力が。だが私には届かない。第二形態見せてやろう。ハイドラ、ああハイドラダイブね。もう二度目なんだよな。一撃で国を破壊したあの技か。あー様、今こそ私の力の進化を見せる時。清ら姫、不意の魔法遊戯、あまり数は打てませんがエルドラに薄暗な量はいけます。この魔法の進化は魔族の力を抑えること。反勇者反魔将となった彼になれば作用するはずです。チャンスは一度だけ。彼の攻撃に合わせて私が魔法を打ちます。アーサマは全力で攻撃を放ってください。わかった、命を預けるよ。こちらこそ決勝前ハイドラダイブ遊戯レディアンドブレード。どうなんの。まあ勝つよな、さすがに。見事だ。オッケー、さああとは魔王だけだ。ふふ、難儀なものだ。私はただ世界を救いたかっただけなのに。もっと早く出会っていればなんていうのは今更な話だね。お前はその道を選んで、俺はこの道を選んだ。それだけのことだ。どっちが正しい道だなんて存在しない。なんか難しいこと言ってんな。お前が俺の兄なんてことは全くもって信じられないけど、でもあの技を刃で受けた時に感じた気は確かに俺と同じものだった。ふっ、ああ、お前と稽古してやりたかった。お前と遊んでやりたかった。お前ともっと一緒に過ごせたら、多分もう少し。最後まで話さずに行っちまったな。不思議な気持ちだ。俺はあいつのことなんて何も知らないはずなのに、どこか寂しい。ああー様、あーが勇者の誇りを知って。何、これ以上さらに強くなるのか。何それ、ちょっと待って、これ以上さらに強くなってしまうのか。俺は発動後2ターンの間、精神を集中させる3ターン目に高く飛び上がり強力な剣。え、ちょっと待って、それってさっきの技なんじゃ。兄貴の技を譲り受けたってこと。胸圧展開だね。セーブしとこっか。 OK、 じゃあそろそろ終わらせましょうか。このくだらねえ戦いに終止符を打つんだ。 OK、 行こう。いるんだろ。ん、注意、次の戦いが最後の戦いとなります。セーブ、装備、アイテムの購入などを済ませて挑むようにしてください。挑む、行かせてくれ。もうこれ以上悲しい人たちを俺は生み出したくないんだ。スキップしない、聞かせてくれ。なんでスキップさせようとするんだ毎回。とうとうここまで来たか。ここにいるということはおっぱいはしくじったようだ。おっぱいはしくじったようだな。最後まで使えないやつだったな。あの方は私の手首を描こうとしていただろう。知っていたのか。知っていたのか。気づかないとでも。知っていてなぜあの方を側近の魔将としたのです。面白いからね。魔将にしてくれと頼みに来た時から奴がただの人間でないのは知っていた。だが所詮は人間、勇者であろうと魔将であろうと私の障害にはなり得ない。そう思っていたから奴を配下にした。勇者でありながら私の命に従う様、実に滑稽だったぞ。バカにしてくれたな。貴様どこまで。ふっ、悪の象徴である。魔王相手に説教とは大した身分だな。ここまで来た以上、王国を語る必要はない。私かお前たち、どちらかが生き残り、そしてどちらかが種族は、この戦いで滅亡する。さあ、背負え。世界の未来を、そしてその未来を本物に変えるのは、お前ではない。めっちゃ熱い展開。普通に RPG として面白いじゃないかよ、おい。最初のなんかバカゲーの感じは何だったんだ、おい。そしたら、勇者の誇り、生かしてもらいましょうかね。そして、リジェネレートをかける。さあ、いいぞ。リジェネレート、そして、ちょっと強いね。なるほど。なかなか強いね。そうだな。ちょっと待って。あれ？あ、選べないんだ。なるほど。そっかそっかそっか。ベホマランだな。毎回ベホマラン打っとけば、一応どっちかが降りるってことはさすがにない。よしよし、いいぞ。んで？あ、これか。ヒュドラダイブ。ヒュドラダイブ打って、で、ベホマランだね。さあ、打ってくれ。見してくれ。おお、9892。さすが兄貴の必殺技。つえぇ。ヒュドラダイブ、あ、何回でも打てるんだ。一回これをやっちゃえば、あとは打ち放題。これでも、これ打ってりゃ勝つじゃん。デモンペイン持っとくか？そしたら。13,393。強すぎる。魔王2発じゃねえかよ、おい。兄貴の技強すぎるんだけど。さすがここまで来たことがある。年貢の納め時だ、覚悟しろ。おめでたいやつだ。私がいつ本気だと言った。第二形態か。だが俺には兄貴から受け継いだ最強の武器があるぞ。こっからが本気だ。この姿を見せるのは貴様らが初めてだぞ。光栄に思え。第二形態か。いいだろう、かかってこい。うわ、化け物になってるね。変身するのか、なんてマガマガしい。今の私はいわば魔人と呼ぶにふさわしい力を得た。貴様ら人間ならハムシも同然。諦めろ、ひねりつぶしてやる。諦める、そんなバカな、と言わせていただきますわ。なんだと。
世界の未来は俺たちにかかっているんだ。たとえお前がどれだけ強かろうと、ここに立った以上一歩でも引くなどありえません。ふははそうか、それならばお前たちが守ろうとしている世界と共に朽ち果てるがいい。アーサマ、エルドロは安い言い方をすれば調子に乗っています。油断している今こそ勇気を放つチャンス、撃てるよう準備します。なるほど、それなら俺のレディアントブレードで援護するさ。二つを同時に放って奴を封印しきってやる。行くぞ。同時に撃てばいいんだな。オッケーオッケーオッケー。だからレディアンドブレードで遊戯発動、これを同ターンでやればいいんだ。こういうことでしょ。あ、違うの。今です、行きます。おおすごいダメージ出たね今。なるほど、これで、あ、でも勝てない。あ、もうイベント始まっちゃってる。くっ、あ、なんか勝手に動いてる。あ、やっぱイベントもこう進んでる。あ、違う、そうじゃん、違います。わかんねえけど、いいんだよね。同時に放つと、え、同時に放ったよね今。ん、これでいいんでしょ。違うの。え、2回目くらいなさい。あ、いいんだね。あ、これグオーク、よし効いてる、この調子でいきます。あ、やべ、あ、やべ、ちょっとリザウラ、ちょ、頼む、ちょっと全体攻撃やめて、やばい、本当にやばい。ちょっと待って、ステインミラントだと HP 半分に回復するから、これでちょっと一旦だけ待ってって言ってんでしょ。ちょっとやべえ。ちょっと、ま、一旦自分を回復しよう。ハイポーションで、一旦自分を、オッケー、こうして、一旦自分を、こうして、それから、リザオラ、お願いします。俺だけっつって、もう、マジでやばい。お願いしますから、ちょっと、本当にお願い、もう TP ないから、もう TP ない。積み？これ積み？もしかして。とりあえずエリクサー。え、これ積んだ？俺。全体攻撃以外やってこないのかな？ねえ、単体攻撃。お願い、単体攻撃。やべえ、単体攻撃しごね。本当にやばい。マジ？え、これ。え？あー、もうこれ、キオーラ一回倒れたらもう無理なんだ。やべえ。マジかよ。マジかよ、おい。いや、諦めんな。こっからゴリ押す。勇者の誇りだ。こっから勇者の誇りでゴリ押す。頼む。これで、一回ちょっと回復しよっか。ハイポーション。で、あ、攻撃してきた。あ、攻撃もあるんだ。あ、でもヒドラダイブで行ってみよう、一回。24000。あ、24000。あ、でも毎回やらなきゃいけない。やっぱりちょっとリザウラだな。これで、俺に通常攻撃、いやでも、さっきさ、通常攻撃しましたよね。俺見てたぞ。通常攻撃。低確率でこいつ通常攻撃する。低確率で通常攻撃するから、それにかける。頼む。お、それ、来たー。よし。で、それで、全力でこいつを回復。もう二人とも回復。ベホマラン。お願い、よし、先制攻撃、いいぞ。こうなればこっちのもの。で、もう絶対、ちょ、待てよ。冷静になれ。まずは、そうだな。まあ、一応回復して。あ、何してんの？間違えた。あ、間違えた。防御じゃない。これ、リジェネ。リジェネをかけて、もう絶対にこいつが落ちないようにしとこう。これで毎ターン回復するから、リジェネで。オッケー、いいよ。で、それで、勇者の誇り撃っとくか。これちょっとナメプかな。まあ、大丈夫でしょう。これで、両方リジェネ、貼った。もうむしろ防御あるな。防御するか、もう。防御しよう。防御して、OK。で、これで、ヒドラダイブ撃てるけど、ちょっと先にこいつを回復して、で、ユーギンはダメ。デモンペイン効くのかな、こいつ。効いてるイメージないんだけど、さっきから。効いてないよね、やっぱね。ちょ、やめろ、お前。ちょっと待って。ちょっと攻撃すんの、そっちじゃなくて、俺にして。で、ヒドラダイブ打って、で、回復するか。リジェネ切れてる、やばい。あっぶね。オッケー、ナイス、回心。今、6万ダメージぐらい与えた。オッケー、そしたら、打とっか。これ打って、で、ユーギン発動して、これでまた、99999ダメージ。くらえさい、ユーギン。オッケー、3度目。くそ、チョコバカと、魔王エルドラ、年貢の納め時だ。何回打てばいいの？強すぎん、こいつ。これで4回目だよ。どうだ？頼む。隙を見せましたね、ユーギン。お願いします。
力が、まだあと少し。どんだけ強いんだお前はバカ野郎。ちょっと待って、油断するな。ここで油断するやつはさっきみたいな目に遭うから、ここでリジェネをかけ直す。もう一切の隙も与えない。これもう何なら防御する、防御して、でこれかけ直して、もうちょっとの一切の隙を見せずに、よし、これで打たしていただこうか。さあこれで最後か。さあ遊銀、これで最後遊銀。さあおしまいだ、やっと倒し。こいつ HP いくつあったんだ。でもさ、ゴリ押したらどうなったんだろうな。あれかな、なんかイベントバトルになってて、遊銀を5回打てば勝てるみたいな、そういう風になってたのかな、 HP じゃなくて。なんかさ、普通にさ、あのお兄ちゃんの技でさ、ゴリ押してたら勝ってたのか、それちょっと気になったけど、まあいいか。なんだと、エルドラ、お前はもう終わりだ。もう体を動かすことはできないはず。あなたはゆっくりと封印されていくだけです。クソ。だがこれで勝ったと思うだよ。私を倒そうと第2第3の魔王は必ず現れる。それの定めに封印するだけだ。覚えてろ、グーよーし。普通に面白い RPG だった、これ。蓋開けてみたら普通に面白い RPG。終わったのか。ええ。長く辛い戦いでしたが、ようやく終わりを迎えます。もう、キオーラとかさ、とかさ、おっぱいとかさ、もう名前めちゃくちゃふざけてるしさ、なんか突っ込みまくっててさ、なんか普通にバカゲーな感じの RPG だったけど、蓋を開けてみたら普通に面白い RPG。はい。さあ戻ろう。キオーラ姫とアーはみんなの歓声を受けながら城下町へと戻りました。俺まだ疑ってっかなお前。よし、アー褒美としてキオーラを呼び使わす。あ、お決まりの展開だねそれね。なんか結局この王様がなんかさ、黒幕みたいな、なんかそういうなんか俺のなんか予想はやっぱり外れてたのか。こうして二人は背中が幸せに暮らしました。めでた締めるってお前が締めるんかい。お前が締めるのかよ。まあいいじゃないですか。そうだね、最後までつくんポイント、結局ツッコミポイント全部回収しなくてもまあ良かったのかな。なんか1個だけ回収できないで終わったっぽいけど、 OK、 これでまあクレジット流れて終わりと。何だったんだろうなあのさ、実写は、あの実写の絵、実写の顔はスペシャル総理安倍小林、本当になんか安倍さんと小林さんの顔写真だったのかなあれ。終わり、なんか怖くね、何この終わり、ちょっと怖くね。あ、いいんだよな。ん、ニュートラルエンド、勇者アーの冒険。ニュートラルエンドってなんだ、トゥルエンドあるってこと。全ツッコミポイントを回収したら変わんのかな。おー、なんか変わってる、タイトルが。みんななんかいる、なんか引っかかるな。てかよく見たら右下に実写いる。誰だてめえは。なんかニュートラルエンドって引っかかるな。もしかしてさ、なんか全ツッコミポイントを集めたらトゥルエンドに行けるのか。やっぱここなんだよな、忘れ物を取りに行こうとするの。ここがさ、埋まらないまま前回終わったんだよな。ここを埋めるためにまた最初からやり直すということをやってるんだけど、ここでさ出ちゃうともうボス戦になっちゃうからさ。あ、なるほど、これでボス戦になるよね。ここで戻るんだ、こういうことでしょ、違うの。ほら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 。そういうことで戻らせてよ。回復薬とか部屋に置いてきたまんまだし、なんでそんなに硬くなるの。これで、これで全部埋まるんじゃねえか。オッケー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 。これであと全部もう確か埋まったから、普通にやってたら。おーし、オッケー。今回は全部のツッコミポイントを抑えた上で倒したんで、これで何かが変わるんじゃないか。こうして二人は背中を幸せに暮らしました。あれ一緒じゃねえかよ。これもなんか怪しいんだよな、この終わりの文字。なんか暗くね、この花とか。何、セーブ、ん、待てよ、最後にセーブさせられたじゃん。これをさ、ロードするとどうなるんだ。これでなんか変わるんじゃねえのか。ほら、ここに続くでしょ、この跡が見れるってことなんじゃねえの。動かせ、あ、え、ちょっと待って、怖くね、あの、え、あ、え、え、ちょちょちょ、動かせない、動かせない、え、どういうこと、クソ怖えんだけど。え、動くの、動けんのお前、どういうこと。え、あれ、俺は何をやってるんだ。確かエルドラ倒して城下町に帰ってきて、でもみんな動く、あの、これみんな動かないんですけど、なんだこれ、みんな石みたいに固まってる、どうなってんだ。そうだ、キオラ姫は、キオラ姫なんていなかったんだよってこと。どうなってるんだ、クソ、誰かまともなやつはいないのか。え、あ、動かせる、お、動かせる動かせる、ちょ、返事がない、クソ怖えんだけど。急に、ちょっと待って、セーブ、あのさ、ツッコミ調査俺全部集めたんですよ。でもなんかそんな話じゃなくなってきたな。ほら全部揃ってるでしょ。
これを揃えたからなのか、最後クリアデータをセーブして、そのデータをロードすればいけたのかな、最初から。だったらなんかやり直す必要なかったじゃねえか、これよ、わざわざ。でも絶対、あれだろ？上にいるんだろ？ここにさ、王様がいない。ん？返事がない。外出るのか？ちょっと待って、何？いや、これ、ちょっと待ってくれ。難しい。なんか怖い、さっきから。やたらと怖い。BGM もないし、なんか、音も、色もなんか消えちゃってるから、めっちゃ怖いんだけど。どうすんのこれ、マジで。ワールドマップ、これ出れんのかな？あ、出れた。は？なんてこった、海だった場所が真っ暗。どうなってるんだ？世界は終わっちまったのか？は？あ、でも、なんか、いける。あ、ここいける。ちょっと待って。何これ、マジで。ちょ。なんだこれは。作り込まれすぎだろ、マジで。あれ？俺、今、どうやって、どういうこと？移動したってこと？どうやって移動したんだろうっていう話？何を言ってるかわかんねえ。とにかく、ここ行くんじゃないの？こう言って、ああ、誰でもいい！誰かいないのか？この際、魔物だっていい！畜生！魔物はお前がなんか成敗したじゃん。魔王倒したじゃん。ん？いるじゃん、魔物。ん？反応しない、魔物。魔物すらも、俺の反応をしない。ちょっと待って、このまま行ったら魔王様のところまで行っちゃうよ、これ。どうすんの？魔王陣まで行けばいいのかな？あ、魔法陣踏んだらどうなるんだろう。あ、やっぱり反応がないんだ。なるほど。この先行ったらさ、あそこだよ。小林が死んだ場所。何にも反応ない。え？このままじゃあ魔王陣行けってこと？このまま行ったら魔王陣だよね。魔王陣入れるけど。普通に入れるけど？行っちゃいます？奥まで。え？あ。は？なんでお前がいんの？清良姫？こないでクラス、は？喋る、は？あーさん、世界で一番恐ろしいことって何だと思いますか？何って、どうなってるんだよ？この原因を知ってるのか？魔物？病気？ちょ、それとも死？めっちゃ怖いんだけど今。一番恐ろしいのは人間だ、なんて面白いこと言う人もいますね。お前は何者だ？でも私そうじゃないと思うんです。この世界に生まれた以上、事故を持つ以上、決して避けることができないこと。清良姫？あなたと同じものを見ることができないこと、私が受けた痛みをあなたが感じることができないこと、世界に生きていながら私たちの認識、感情、感覚、それらは決して混ざり合うことはありません。何が言ってんだ？ん？顔がない、ちょっと怖いんだけど。ねえ、何？お前何者の、どうなんですか？本当にそれって同じ世界で生きてるって言えるんですか？私たちが同じ時代、同じ場所、そして同じ時間に生きている、このことが意義を持つことはできるのでしょうか？何哲学みたいなこと言ってんだお前、ちょっと落ち着け。クソ、何がどうなって、わけわからねえ。あいつが作り出した世界なのか、さてはここってどういうこと？これも反応しないんだよね。そうだよね、もう行くしかねえじゃん。てかこの先魔王だよ。え、あいつが魔王だ。お前やっぱ絶対そうだと思ったわ。あべおう、ん？あら、起きちゃったか。清良姫がこっちに来たはず。いや、なぜここに。はぁ、もう眠っておけば幸せだったのに、どうして余計なことをするんだ、お前は。な、魔王を倒して姫と結婚でハッピーエンド、それじゃ不満だったのか。俺にはあなたの言ってることがわからない。あなたは何を知ってるんですか。知ってる。ねえ、一番よく知ってるのはお前の方なんじゃないかと思うが。ふざけるな、わからないから聞いてるんだ、知ってることを話せ。その物騒な物を下ろせよ。なんか新しい顔が。俺を殺したってどうにかなるもんか。おかしいだろ、何もかも。みんなはどうなった。海に広がる闇は何だ。おかしいだと？思い返せば最初からそうだ。宿屋で寝れば回復する。他人の家は漁れる。町の人たちは同じことしか話さないし、魔物にやられてもいつの間にか安全な場所に運ばれている。おかしいだろ！ありえないじゃないか！お前、それ言っちゃうのかよ。おかしい？何がおかしい？な、だと？そういうもんだろ？宿屋で寝れば全回復、死んでも復活。この世界に馴染まない存在は消され。敵は実は兄弟で、そしてお前たちは変な名前だ。どういう意味だ？説明しろって言ってんだよ！考えてもみろ。魔王はどうして城下町の近くにラストダンジョンの敵を置かないの？ん？やでは魔法陣がなければ。お前は魔王、いや、ドラゴンを倒せたか？それは？お前の家は、どこにあるのかな？な！TP って何のことか知ってるか？ TP っていうのはある単語の略語だ。トゥルースパラドックス。矛盾した真実という意味だ。え、それを集めてたってこと？俺。つまり、この世界に何かの疑問を持つたびに比例して強くなる。それはお前だけの特権だ。これがゲームの世界だということに、ゲームの主人公が気づいちゃって、自我を持っちゃって。そして、世界に疑問を持たぬ者が集まれば、TP を得る機会は反比例して減る。そこに何も矛盾したことはなくなるからな。ということだよ。なんで？まだ気づかないのか？鈍感だな。お前の常識は世間の常識ではない。くれぐれもお前の短い物差しで測ろうとはするな。さて、お前に残された道は二つ。待てよ。清良姫はどこに行ったんだ？清良姫を追いかけるか、再び眠りにつくか。どういう意味だよ。選べ。
教えてくれよ、清良姫は。クソ、なんだよ、なんなんだよ。男が泣くな、みっともない。清良姫に会いたいか。当たり前だろ。清良は次の場所へ旅立った。自らの役割を遂行するためにな。次の場所？もうあいつがここでできることは何もない。だからあいつは不要になった。どの道ここも役割がなくなる。そうなれば。話がそれだな。会いたければあいつを追え。どこまでも何度でもな。だがその後は保証できない。お前たちはきっと英語、この世界に囚われることになる。どういう意味だよ。そのままの意味だ。それが嫌なら目を閉じるといい。すぐ楽になれるさ。お前に同情しないでもない。考える時間をやるよ。清良姫。いや絶対これ眠りについたらこのままゲーム終わるだろ。清良姫も追うんだろうな多分。でも両方見たいから先にこれを見させてくれ。眠りにつく。多分このままゲームが終わる。この数十分でいろんなことがあった。少しだけ疲れた。休ませてくれ。そうか、まあ賢明な選択だよ。今度は目が覚めないといいな。ゆっくりお休み。ゆっくりと薄れゆく意識の中で、勇者アーの頭に最後に浮かんだのは、グッドエンド、外側。ってことは、やっぱもう一個の残りは、トゥルーエンドなんだな。清良姫を追う。行かせてくれ。ほう、あいつを追うか。まだ何が起きてるのか全然わからない。けど、清良姫が一人なら、たった一人で何かと戦っているのなら、俺はあの子を助けてやらないといけない。それが勇者ってもんだろ。若いね。それにあんた見てたじゃないか。一人じゃダメでも二人ならって。言ったかもしれないね。世界が普通じゃないことは分かってる。でも俺はあの子を守ってみせる。その言葉忘れるなよ。こいつは一体何者なんだ。じゃあ送るぞ。願わくばお前たちの未来に幸あれ。作者ってこと？このゲームの。おい、ああ生きてんのか。おい、あ、始まった。はい、はいはい、起きてます。あ、これ最初と一緒じゃん。困りますね、王の御前で居眠りとは。すいません、ぼーっとしま、一緒じゃんこれ。そうだ、俺は確か魔王を倒す旅に出るために王様の元へ。で、目の前にいるのが王様で。おお、しっかりしてくれ。あ、なんかちゃんとした王様になってる。普通の王だ。何か問題でも？いや、何でも。なんだろう、何か違和感。思い出すんだ、大切なことを忘れてるような。そうだ、というわけですね、よろしいですか。あ、何の話でしたっけ。おい、ちょ待て、そういうことか。姫が言っていた一番怖いことって何っていう、病気とか死ぬこととかいろいろ言ってたけど、一番怖いのは忘れられることってことか。きっといつか理解の外で僕らは再び出会う。そうだね。あー、トゥルーエンド、僕だけがこの世界の狂気に気づいている。うわー、マジか、ゲームタイトルにもかかるんだ。うわ、なんだなんかすげー、そんな感じだったの。バカゲーの皮をかぶった普通にいいゲームだったわ。はい、ということでありがとうございました。